はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。9月16日水曜日、本日は気候な横須賀店から生放送です。大人の横須賀ミッドナイト、よろしくお願いします。お願いします。いや久しぶりじゃないですか、店長2人で。あ、そうだね、オープニングとかだいぶ久しぶりな気がしますけども、ずっと残ってましたからね。はい、はい、ということで今日はモッさんと中志でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、コメント読んできます。横須賀にゃわこ、こんばんはです。こんばんは。こんばんは。わこつです。こんばんは。今日の罰ゲームは昨日に引き続き大気区外です。やめてください。昨日あの相模原店でね、はい、あの放送したんですけど、罰ゲームは大気区。じゅんちゃん、じゅんちゃん、ハーハラが、ハーハラ放送ですね。でもね、しっかり僕も大気区食らってきました。あ、本当ですか。お尻が痛くてしょうがない。いい思い出がないですか、ね。はい、ね。あれ中志寝坊かな。いますよ。いますよ、ちゃんと。今日誰がいるかな。中志いるかな。和子、今日は、雑穀パン食べながら見ます。応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。和子つ、仮眠の中志は起きてますか。お、あ、ちょっとツイッターでね、ちゃんとねツイッターチェックしていく、ね、しっかりこのために控えてきましたから、はい、ありがとうございます。和子つです。チェリキチいるかな。チェリキチ会いますよ。あ、いますか。今日も後から来ます。あ、じゃあ後で出てくれそうです。モッさんいる。久々の店長2人だそうですね。あ、どうも。モッさん痩せましたか。そんなことはないと思いますよ。あ、そんなことはない、はい。ちょっと中C が太ったんじゃない。あ、そうだと思う。最近ね、やばい、ね、中C 太って、そう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 、もうすぐ痩せてるように見えるっていうだけですかね。はい、あれ2人揃ってるやん。もしかして重大発表とかあるんですかということで。あ、じゃあポスターの方いきますか。なんて感のいい。なんと感のいい。スタッフの方からぐらい。あ、そっか、はい、ありがとうね。はい、ということでじゃあ告知の方お願いします。はい、はい、まあ今週の金曜日ですね、18日、はい、ちょっとね、ここ なぜか18だけなんか大きくなくなってます、ね、なるほどなるほど、はい、スロート館で、はい、まあ、引っ越しサービス、はい、まあ、引っ越し、まあ、やるんですけどね、はい、それ以外にも、まあ、パチンコ館の方でもちょっと、まあ、ちょっと何かが起きる、何かが起きるということなので、はい、9月18日金曜日ね、はい、もう明後日ですからね。そうですね、来た方じゃないと分かりません、はい、分からないということなんで、はい、ぜひご来店の方ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。でスロート館は、引っ越しサービスというのが、まあ、毎週土曜日に、はい、まあ、レート館でちょっと台のやり取りをしてるんですけど、はい、あ、なるほど。じゃあ、普段は20スロにある台が、まあ、2スロとか2スロで打てたりとか、まあ、もしくは2スロ8スロにある懐かしい台が20スロに復活みたいな、はい、おそれは結構ね、普段こういろんなレートでね、はい、まあ、いつもは20だけどみたいなお客さんでも普段打てない機種が打てたりとか、そうなんですね、そういうのがあるということなんで、ぜひ、ね、はい、それがしかも今回18、19と初の2日連続開催なんで、なるほどなるほど、ちょっとお楽しみ、はい、いただければいいかなと思いますんで、はい、なぜかたまたまシルバーウィークと被ってるって、ね、あ、そうです ね、もうシルバーウィークが19からになるんですかね、一応19からですね、はい、一応19から19、20、21、22、ね、ってこう、ね、はい、続くわけなんでね、ぜひその辺で遊びに来れる方は来ていただければなと思います。よろしくお願いします。ここだけにたまたまちょっと卑猥な匂いを感じますよ。いや、俺はそういう仕組みはない。いやー、もう走らない。健全放送を心がけるというのに、うちはそうですね、もう大人の横須賀ミッドナイトですからね。はい、モッさんほっそりと見えるのけど、あ、これ読んだかな。中志髪切りましたか。髪だいぶ前ですよ、もう1ヶ月前ぐらい。先週出てないからかな。あ、そうですね、ちょっと一周空いちゃったんで、はい、そうですね、うん、僕、ここは大人のミッドナイトだから子供はダメですよ。あ、いやいやいや、大丈夫ですよ、ちゃんと成人してますからね。あ、成人してるということで、ね、いらなくなった台くれますか。それはちょっと難しいかな。そうですね、なんで子供が起きてるんだよ。きっと幸せ太りと言われるものなんでしょうね。それは実感ってあるんですか。いいです、ね、幸せ太りの。いや、まあちょっとだけ。あ、ちょっとだけね、はい、もうさ、浜崎の台くれよ。あ、いいですよ。懐かしいね、あったね。ハンドルだったらあります、ね。はい、中志寂しかったよ。中志の台だが前ちゃんだとにぎやかすぎる、はははは。本当 ね、前回放送は本当にちょっと謝罪からちょっと今日始めようかな。先週の謝罪からね。まあ一番印象に残ってるのは舞ちゃんの北斗百裂拳ね。あ、もうぜひ後で録画でチェックしていただければいいかなと思いますね。よろしくお願いします。はい、出たチェリー。あ、チェリー久々だなということで、はい、ありがとうございます。はい、ということで遅れて登場しました、すいません、チェリー吉です。こっちも太った。太ったお前。ムチムチやん、ここら辺。うん、ちょっと筋トレしてるんで、最近。ああ、そう言うなよ、これ。流行ってる。流行ってるね。チェリーかといい。何気にな、何か、登場してきている人がいるぞ、チェリーキチね。キコーナの前田敦子、あっちゃんの句号。梅北、舞ちゃん、解雇かな、そんなことないですよ。おい、
係者以外立ち入り禁止だぞテリッチね、うん、梅干しテリーだ、先週は自己放送だったな、まえちゃんの暴走モード突入してたもんね、先週結構すごい、あ、すごかったですか、激しかったですね、歌舞伎ものだった、だいぶ歌舞いてましたまえちゃんがね、はい、といったところで本日のしだき集ですけれども、アマデジですね、久々にアマデジコーナーの、はい、放送になるんですけど、CR キャッツアイの、はい、99分の1バージョン、はいはい、とですね、CR 春一番、こちらも寝台ですね、そうですね、はい、になっております。こちらの2期生最初はね、はい、打ちながら放送を進めていきたいと思います。そうですね、でまあ当たりを引けたら、まあ、大移動をね、はい、しながらいろんな台を打っていきたいなと思っていますので、はい、皆さん2時間よろしくお願いします。お願いしま す, お願いします。さあね、うちの1円パチンコのこのはい、ということでちょっとね、カメラ、もう一回接続し直すので、ちょっと最初春一番だけでよろしいですか。ちょっと、あ、わかりました。はい、じゃあお願いします。音量だけちょっと調節しますね。チェリーカップいる？カットカップカップ、あ、カップですか。ちょっと準備しますか。ちょっと待ってくださいね。はい、梅パワー T シャツを出そう、99分の1を引けない放送、チェリーガチムチ系に、進化したか、そういえばモッサンが酒パワーの T シャツ着てるの見たことない、売りつけられた時拒否したんですか。着てますよ。あ、着てますね、はい、春一番スペックどれですか、 M、GL どっち。 GL の方ですね、T シャツかっこいい、みんなで酒パワー T シャツ着て出てほしいわね、俺たちはバディだ、なんだこの機種、春一番。そうですね、じゃあ春一番の、機種説明をちょっと先にお願いしてもよろしいですか。あ、わかりました。はい、春一番、まあ、恋恋8でアリンスという機種なんですけど、はいはい、まあ、お当たり確率が 89.9 分の1、はい、で、まあ、100% の核変突入率 100%、まあ、いわゆる ST タイプですね、はい、でこちらが54回転限定になりまして、はい、その54回転中のお当たり確率が 62.7 分の1と、ちょっと重めなんですけども、はい、まあ、当たると、まあ、15ラウンドが 25% で来たりと、はい、まあ、結構出玉感はある機種なのかなっていう感じですかね。はい、はい、ちょっと音が聞こえない、ちょっと上げましょうか。はい、ちょっと上げてもらってもいいですか。はい、はい、そして中C の方の台は、キャッツアイのアマーになりますね。はい、大当たり確率が99分の1、はい、で、ですね、まあ、ちょっと平和さんにありがちな、まあ、へそでの核変突入率が 3% しかないんで、はい、電柱でもう一度その99分の1を入れて、はい、まあ、あの核変、これが ST タイプか、はい、ST でまあ70回転の34分の1の ST にぶち込むという感じの台ですね。はい、だ継続率すごい高いんですよね、アマデジなのに。継続率、これチェリーどれぐらい、結構あるんじゃないですかね、70、80ぐらいあるんじゃないですかね。そうですね、実弾、あ、でもこれ完全 ST か。そうです、はい、完全 ST ですね。はい、なんで最初の壁さえクリアしちゃえばできれば結構継続率高めの台になってますね。よろしくお願いします。はい、はい、圧力の後ろのハルヒを打ってください。ハルヒじゃないよ、これ猛烈パイレーツ。あ、猛パイね。はい、これは新台なの、それとも昔の台ですか。春一番は、春一番は、まあ、当店の設置自体は、はい、まあ、最新台ですね。はい、そうですね。でも出たんも最近、出たんも最近ですね、はい、ちょっと遅れてるぐらいで全然最新台ですよ。はい、そうですね、はい、去年出したアマの焼き直しだよね。あ、前出てましたね、春一番、そういえば。そう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 、でも結構焼くものとかすごい躍動感あるような気がしたんですよ。まあそれはちょっと見ていきます、ね、そうですね、あ、音量調節します。はい、ケージの後継機みたいなのなんだっけ、稼働どうですか。あ、あの岐阜さんですか。あ、そう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 、
すごいですね、あれ。え、何が？え、どういうこと？すごいですね、なんつうんですか、見た目と言いますか、うん、一回入ったらすごいですね、あれは。あ、そう、はい、まあ、二段階確変みたいなね。そうなんですよ、うん、一回、まあ、ちょっと壁がちょっとだけあるんですけど、はい、それさえクリアしちゃえば、うん、もう結構がっつりいきますよ。あー、もう一撃戦は結構、一撃戦はもう結構ありますね、特化されてるなという感じですね。なるほど、両台ともいつ出た台か教えてもらってもいいですか。一応春一番が、はい、まあ、当店の、まあ、最速で9月の4日ですね、はい、ぐらいですかね。キャッツアイは導入したの、ね、キャッツアイがその1回前なので、うん、8月の終わりぐらい。そうですね、終わりぐらいですね、はい。もうさっき言った、あ、もうさっきちょっと仕事に戻りましたね。なんかし、俺たちはバディだー、アウトー。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なになに、僕今思い出しました。あ、何を？ NG ワード今思い出しました。久々すぎて。あ、 NG をやってることに今気づいたということも、はいはい、僕さっきよくセーフだったなと思って。あ、まあ、確かに、もう始まってますからね、はい。キャッツのアーマー、009のアーマーがもっと尖った感じ。ああ、ね、まあまあそうですね、確かに。春一番はネタ的には獅子踊し予告と台のイメージに関係ない手かな。モームスと AKB だったらどっちが好きですか。僕はやっぱ時代的に AKB ですね。あ、僕はモームスですね。モームス、ゼリキシンアウトー。AKB アウトでーす、ね、はーい。48って言っておけばよかったですね。あ、そうだ ね、うん、うまく回避していかないとね、今日もね。今日もしっかり最後にはね、罰ゲームが待っておりますのでね、頼みますよ。いや、こんまんま行くと本当 NG ワードとんでもないことになりそうだけど、また、はい。チェリー腕が太い。あ、じゃあテンション低いですか。俺テンション低いかな。そう、そんな感じする。いや、そんなことない、そんなことないと思うんだけど、いつもと変わんないですよ。春一番はスペック違いだね。 GL の方は、少し良くなってるから打ちたいけど導入が あんまりないってことかな。はい、キャッツアーマー昨日マイホの信頼初日で140回当たり出てたよ。 140は相当ですね。あ、でもうちも昨日87ついてますよ。すごい。うち半分は自分で出したよ。すげえ、すげえな、それは。うち半分、うん、70回ってことでしょ。赤崎読み、あ、赤崎読み、はい。ちなみに僕も今ちょっとチャンス来てますからね。赤さっき読み、アウトー。え、うそ、赤アウトでー。はい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 、赤チャンス出ましたよ、赤チャンス。赤チャンス出ましたよ。ここちょっとばかりふざけんなよお前。赤チャンス出ましたんでね。チェキシも赤のね、チャンスが出たんで、はい、赤チャンス出ましたよ。まあまあ、最初のね、言った中氏がアウトでーす。チャンスとか NG ワードなってないこれ。あー、赤チャンス出ましたね、まだ。ふざけんなよ、どうしよ。いや、俺キャッツって初めて打つねんけど、あ、いや、2回目からあんまり打ったことないんだよな、はい。あー、なるほど。チェリキチ風邪気味ですか。あ、僕そんなことないですけどね、はい。横須賀寒いですか。東京はびっくりするほど寒いですよ。あれ、あー、スーパーキャッツゾーンか、はい、びっくりした、当たったか思ったよ。スーパーキャッツゾーン暑いっすよ。マジで暑い、暑い、暑い、暑いっす、暑いっす。吉田ひとみ結婚したね。あ、そうなんだ。キャッツの画面もうちょいアップにできませんか。もうちょいアップ、もうちょいアップか。これ結構ギリだけどな、全部入れるとなると。赤保留が来ましたよ。赤保留、マジっすか。赤保留が攻め、ま、あ、赤チャンスまた出ましたよ。これ結構熱いんじゃねえの。はい、シャッター、あー、コーズ、お、来た。え、当たったん。いや、わかんない、シャッターが来ました。なんやねん。あー、かわいいね、女の子4人も。桜柄がやっぱ来ないときついのかな、うん。あれメーカーどこやったっけ。メーカー西陣さんですね。あ、逆だ。あ、西陣さん桜やったっけ。西陣って西陣桜柄っすね。桜やったか。あ、一番熱いリーチやん。あー、ダメ。信頼度 50% ですよ、信頼度 50%、はい。あれ、中市いいんじゃないの。これ多分後半発展できないやつ。はいはい、赤言いたいだけか。春初代の AKB か。あと NG ワード黒だと見づらい、見づらい、見づらいか。緑はダメ。エンカウンターウィズノワール、これがいきますよ。はい、先にいただきます。ダメだね。お疲れ。はい、今日はアマデジいろいろと打ち倒すんです。そうですね、当たればまあ大移動も考えてます。
お二人が最近気になる芸能ニュースありますか。あ、芸能ニュースか、なんか最近あったかな。あ、でもやっぱあれじゃないですか、堀北真希の結婚が僕の中では確かに衝撃でしたけどね。え、堀北真希さん結婚したんすか。しましたよ。今更かよ。うわー、ショックやろ。悔しいな悔しいなって。土俵にも乗れてないよ、堀北真希の土俵に。いや、僕があれさ、東京行ったら多分イチコロっすよもう行ってこいよもうあと、ところでキャッツと刑事どっちが好きですか。キャッツアイと刑事。あ、これが当たったらキャッツが好きです。なるほど。おえーおー、来ました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、早かったね。マイナス1ポイント。いや、赤保留からの当たり良かったなで、まあ僕もすぐ後追いますから。あ、ほんまに。はいはいはい、うん、いや、ST 入ったらどうしようこれ。いや、キャッツカメラ動かさない方がいいと思います。ですよね。それ入ったらやばいな。キャッツアイ結構大当たりをいっぱい重ねる機種になるんで、うん、時短で、そうか、はい、時短で引き戻すともう NG バンバン消えてきますからね。そうですね。でもこれ時短50で99やろ、実質 50% みたいなイメージやんな、うん、僕この間4回小当たり引いて全部入らなかったです。あ、マジで、はい。チェリクチって、自転車のタイヤをアスファルトに切りつけながら暗闇走り抜けたことあるんですか、はいアスファルトに切りつけながら、そう、あー、キャッツアイってことか。そうそうそう。光量が、強いのか画面いつもより白くて見にくい。あー、じゃあもうちょい露出を下げましょうか。かこれぐらい、これ終わったら光量、キャッツアイって光量調節ついてますか。光量調節できますね。ただちょっとちょっとカメラの方でやってみますね。じゃあこれでどうかな。いやでも発光保留いいですね、サクサク打てるんで。難しいなこれ、カメラ位置、この画面動くのもう本当にね、どうにかしてほしいよね。ああ、そうか、そうそうそう、その 2D1 ディスプレイのタイプね。そう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 。でも最近増えてきたよ。増えてる増えてる。ルパンもしかり、キャッツアイからですよね多分入ったのが。そう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 。ケージとキャッツどっち先やった。キャッツか。あ、いや、ケージかもしれないです。あー、でもキャッツアイ、キャッツアイかな。待てるんじゃないから OK。 あー、これはさっき言ったからちょっともうちょい後にしましょう。チャンス、やべえ、さっきの当たんなかったの痛いな。もうそれドハマりモードやで。もうそうなんですよね、はい、ちょっと怖いっすよね。今国分だろう。あー、国分太一の結婚ね。あー、そうか、それも結婚したな。2人がマックスキーで一番おすすめの台は何ですか。新台じゃなくてもいいです。あー、まあガロースかね、やっぱり、うん。僕最近実はエヴァ9来てるんですよね。あ、エヴァ9の方ね。エヴァ9の方が、ね、ちょっと天まだ打ててないんですけど。あ、今日は本田いるかな。伸びしろですね。アウトそんな久々に振ってもらって全力でやったらさアウトですよ。それ何の伸びしろでもないですから、ね、本当にもう、はい。ってことは、あいつも謙遜しといた方がいいのか、お前。堀北真希ですよ。本当は私、中志さんと結婚したかったんですよ。なんでもうちょっと早い打ってくれないですかなんで僕じゃないんですか。堀北真希ですよ。本当は私、照吉さんと結婚したかったんです。はい、来た。堀北真希ですよ。本当は私、鎌田池澤さんと結婚したかったんです。もう放送全く出てくるようになってきたよ。もう毎回出るようになってきましたね。中志、先週の放送事故だったぞ。あー、もうね、本当に、いや、自分もね、5分ぐらいだけちょっと心配で見たんですよ。はい、まあ、広がったあれ中地？いや、終わったもんだ。終わりましたね。いや、なかなか引かれへんな。いや、消化スピードがやっぱ早いな、うん。早いですね。キャッツは ST 入ったら NG 言い放題やな。堀北真希さん、本当は私、中村おにぎりさんと結婚したかったんですよ。NG 投下させてもらいます。あ、了解しました。じゃあこれ追加します。ちょっと待ってくださいね。でも罪な話ですよね。モノマネ振られてモノマネやったらアウトですからね。まあ、ありが、まあ、ありがたい。あれ、美味しい。他のモノマネすればよかったんじゃない。うん、そうだ、やるなら違うセリフを変えて。うん、あ、なるほど。堀田真希さん、本当は根本さん、私根本さんと結婚したかったんです。堀田真希さん、本当は私中島さんと結婚したかったんです。どんだけコメントしてる。キャッツ相手対戦して負けたら ST 終わりのタイプなんですか。いや、そうではない、なかったな。うん、そうですね。うん、ケージ言った。ケージアウト。誰だケージって言った人。あ、あいつが言ってましたよ。ジェリキチアウト。ちょっとね、
いやそれは歌舞伎ましたねそれそれそれですよでも刑事もね面白あのスロット取るみたいですからね新しいのね新しいですねそうそうえ春一番 ST 継続率 58% だけど先発が 25% なのと初当たりが89分の1だからねあまあそうですね、うん、ちょっと軽いんでそうですねえキャッツアイって ST 回数決まってるんですか70か70回転、ね、はい、キャッツのベニもなんでと思ったけど鬼ごっこで、コトコが全回転になっててビビった、中志キャッツアイの3人組の中で誰がタイプですかあー僕はねやっぱ青い子が好きですねちなみにチェリキチは青い子僕あれひとみちゃんあひとみちゃんひとみアウトマジで3分の1当ててきちゃったのこれマジかよはいキャッツ時短で当たれば ST なんですか、一応へそでも 3% だけ、はいまあ、の直撃があるんですけど、はい、基本的にオードルートは時短で引いて入れるパターンですね、はい秋田球場です本当は中志と結婚したかったですいつも行ってるホールこの春一番860ハマってましたよ810倍ハマりはきついねしんどいな生徒生が今日打ったけど千日戦争みたいなのはな、なの入ったけど1000枚も出なかったよ。わ、きついな。まあどうなんすかね。あ、でもフリーズもまた別個で搭載してますからね。あ、別でポセイドン編かな。はい。あれこれなんだ。先読みっぽいの入りましたね。はい。チェリキチ赤保留と赤チャンスどっちが、好きですか。はい、もう一回お願いします。赤保留と赤チャンスどっちが好きですか。そりゃね、赤チャンスですよ。赤チャンスアウト。チャンスアウト。あの僕は全然ひるまないですよ。なんだって今あの激アツの先読みゾーン入りましたから。おお、これはチャンス。これ 50% オーバーって書いてありますよ。何ゾーンですか。花。なんて読むんですか。なんていうんですかこれ、うん。漢字弱いんで僕。一応じゃあちょっと遊戯説明書の これ、ええ、これ。見づらい。もうボケてる。あ、ボケてる。ボケてるね。はい、あとは中志チェリキチごめんね。リア充だからこれから爆発してくるね。中志ゆとりが結婚式感動したって言ってたけど、はいはい、入場の時にぴょんぴょん跳ねて入場したんですか。あ、そうですね。もうちょっと跳ねつつちょっと入場させてもらったんですよ。ちょっと笑いが起きましたよね、入場で。あ、そうなんですね。吉田ひとみさん、本当は私、男海さんと結婚したかったんです。おい中志汚ねえぞ、刑事先に行ったの中志だろ汚ねえな。中志が言ってたんだ。そんないやいや、なんか、あ、言いましたねとか言いましたから。じゃあ中志に1ポイント足しましょう。あ、やっぱそっちついちゃう。キャッツアイじゃないんですからね。しかも春一番のあの手の役もどういう会議で決まったんだろうな。激アツ。あ、シャッター来るな。来る？絶対来る。絶対に来る。ね、来なかったですけども。ね、しかし春一番、あ、これね。二人はルイージとマリオどっちが好きですか。あー、僕はマリオですね。はい。僕はルイージですね。ああ、なるほど。ルイジ、ルイ、アウトルイ春一番、何も関係ねえしね、ほんともう、はい、でも、一番熱いリーチにも行ったんで、これはもらったんじゃないですかね。あ、これは一番熱いリーチに今行ってるから、はい、まあ当たるんじゃないかなと、まあ、当たるんじゃないかなと、はい、まあカットインがあるんでね、赤でも出ればもう、もらったもんですよ、はい、まあ860ぐらいハマりますよ、ね、ちなみに春一番の見た目の好みの子を教えてください。見た目の好みの子か。ごめんなさい、ちょっと女の子見ますね。どれだろう、わかんない。か、中志、携帯何使ってる。携帯はね、iPhone ですね。 iPhone。 オイランゾーンって読むんだ、あれ。あ、オイランって読むんですね、うん、ちょっと頭かぶってるね。あ、はい、ごめんなさい、はい、この手の役物か。これがどういう感覚で作ったんだろうねってことね。はい、はい、来ました、おめでとうございます。春一番今秋ですけども、継続率何パーやったっけ。これ 58% ぐらいですね。継続率自体はあんまり高くない、ね、そうですね。ただ続くと、まあ、結構出玉感がある大当たりが引ける。なるほどな、まあ、回数重ねるタイプか。そうですね。お三人に聞きたいんですけど、今年って秋になるのが早くないですか。ああ、でもちょっと寒くなるのは早かった気がする。そうですね、一気に夜肌寒くなりましたよね。そうですね。ジェリキちゃん、堀田巻は無理でも僕がいるよ、だから愛してるって言って。僕って男ですよ。いや、大丈夫。いや、分からへんね。あ、ちょっと幼い子でも僕っていう子いますからね。ボーイッシュな女の子かもしれん。うん、寒すぎて風邪ひいちゃいました。中志に、まーちゃん、風邪早く治してねって言って。まーちゃん、
まーちゃん、風早く直してね。はい、まーちゃんって言うんですね。アウトじゃないし、まさアウトじゃない、ただの個人の要望や、でも、僕アウト一安心からのアウトですよ、はい、風アウトです。しっかよ、まーちゃんってマサオさんとか男性の中方ですかね、女性の方ですか。しっかよね、こじらしてしまえばええ。いや、女の子かもしれないですよ。女の子かもしれないですよ、早く、ね、全然わかんないですからね。チェリーキャッツアイ、あーいいですよね。チェリーは A から Z まで言ってみて、まえちゃん言えなかったよ。そう、え、 A から Z を言えなかったんですか。いや、ね、なんかね、途中ゴニョゴニョしてた。そうそうえ、言った方がいいんすか。あ、もちろん。でも言えるでしょ。いや、言えますよ、さすがに。 あの、歌は言えないですけどね、なんかあるじゃないですか。あー、節をつけた。そう、なんか歌っぽい感じの、あれは言えないですけど、まあ、そのままじゃあ、普通に言うてくれれば。あ、いけますか。これ多分アウト入るんじゃないかな、これ。いいんじゃないの。では、ABCDEFGHIJKLMNO P Q R S T U V W X Y Z。ふう。アウト。はい。S T じゃない。アウトでーす。はい。おスイッチ。はい。こんばんは、今来ました。こんばんは。はい、こんばんは。入ってた中島アウト。あ、中島入ってた。iPhone。なるほど、中島アウトだね。iPhone って、iPhone 先言ってたね。はい。はい、あ、愛、うん、あ、じゃあセーフ、じゃあセーフ、セーフだ、これ。ごめんなさいね、ファニー、はい、ラッキーですね、ラッキー、じゃあ刑事リュウに移動な。中志愛知言ってると、春一番は電柱が優秀なのがいい。中志、寒い言った、寒いもアウト、アウト。あ、寒いはちょっと待って、あ、どっちが、僕も言ったんすよね、それ。いや、中志多分俺が先に言うてたんちゃうから、うん、やばい、これもう一人でさばくのめっちゃ大変もう。はい、あれ、なんか皆さん今日僕の味方してくれてるような気がします、うん、いや、気のせいですよ。チェリー、デスボールお願いします。はい、いいですよ。はい、デスボールキッセーフ。なんか違う、チェリー髪型見せて、マサオ45歳です。きつい、やったじゃないわ。マサオ45歳。なんかシーンもだよ、今こう。チェリーうるせえ。2人は会社の血液検査で引っかかりませんか。私、悪玉コレステロールがちょっと高かった。あー、だ血液検査はね、ない、やったことはないですね。健康診断はあるんですけどね。はい。ところでチェリキチさん、エヴァで好きなキャラクターは誰ですか。エヴァはあのマリーでしたっけ、あのメガネかけた新しい。はいはい、はい、マリーが好き。やっぱちょっといいですよね。はい、ちなみに中志は、あ、ミサトさんですね。はい、ということでチェリキチアウト、エヴァアウトでーす。はい、僕あと思うんですけど、はい、キャッツアイ3姉妹いるじゃないですか、はい、そのうち僕2姉妹の名前言ったんですよね、はい、あと1姉妹入ってないですよね。え、それ出たんじゃない、多分全員出たよ。あれ全員出ましたっけ。全員出た、全員出たもん。てか、あ、さっきエヴァ9って言ってなかったっけ、言ってた。あ、言ったな。エヴァ10よりエヴァ9の方が面白いと思うんですが、お二人はと思いますか。昨日のじゅんちゃんのアテンナ外れろ発言から相模原が嫌いになりました。大丈夫、参加してくれるようになったね。あ、もうそうですね、ぜひ横須賀見てもらえればいいんじゃないですか。そうですね、はい。今日天がいないの、今日いないです。圧力平塚なんでやるの、平塚で何かやるのいつだ、あ、あれですね、ちょっとね、いろんな事情がありですね、ちょっと今回中止になりました、ね、レッドなやつが、申し訳ございません。こんばんは、はじめまして、こんばんは。3人、最近おすすめの飲み物、お菓子はありますか。お菓子がね、あれ何やったかな、ベジップス、あー、あります、はい、ありますね。なんかね、あ、いや、ベジップスやなんかかぼちゃとかを、あの、乾燥したやつですよね。乾燥さ、ちょっと揚げたみたいな感じのやつが、はい、あれはゲロほどうまい。へぇ、確かに美味しい、うん。中志デスボールやってみて。デスボールピッ、チェリキチデスボールキッねえ、あの、あんま変わんないんですよ。どっちでも一緒だよ、はい、あの、ただやったもん勝ちっていう話ですよ。そうそうそう。中志は熱そうな演出来ましたか。あー、そうですね、これ、まあ、赤が保留からのスタートなんで、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、悪玉コレステロールなら戸塚に2人いるよ、いますね。まあ、そうで、そろそろ危険な匂いがしますね。アウト、これいつ言った、どっち言った。チェリキチ、いつもの初号機のモノマネお願いします。ああ、初号機のモノマネですよね、はい、簡単ですよ、あれ。うぅ
はい、私みどりって言うんですけど今日誕生日なんで祝ってください。あー分かりました。あのじゃあ事前にお聞きしますよ、はい、あのイングリッシュバージョンとジャパニーズバージョンどっちがいいですか。あーなるほど、はい、いや両方で祝ってやったらいいんじゃないですか。そうじゃない、いいじゃない。そんなひどいひどい。じゃあまあ日本語バージョンからいきましょうか、はい、お誕生日おめでとう。アウトー、英語言うまでもないってことですよ。はい、おえー、お、中ちゃん当たり？当たり当たり。はい、おめでとうございまーす。なんか僕はもう終わりそうっすね。いやー、なんか今日はサクサク当たりますね。なんか平和のアマネジって重いイメージがありますよね。あ、わかります。ザラに2,300ハマるイメージ、うん、なんか、まあオカルトなんですけど波がある感じがしますよね。まあ確かにね、その分でもやっぱ出玉性能はアマネジにしては尖ってるなっていう、 あの銭形ぐらいから結構そう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 。チェリクチキャッツの3人の子の名前言ってみ。最後の子が分かんないです。あの、あい、ひとみちゃん、うん、ルイネ、うん、あと妹ですよね、多分、うん、それがアイちゃんなのか、さっきアイって言ってたから。そうそうそう。あー、バーベキューに他の店舗の人って来ないんですか。一応声はかけてるんですけど、あっちゃんなんか聞いてます。いや僕はあんま聞いてないですね、全部、回ってないんで。ああそうか、はい、一応ね声はかけてるんですけど、はい、ちょっと坂本店長の方から声かけてもらってたんで、はい、ちょっとその返事がちょっとどうなってるのかっていうところですね。ちょっとまだ分かんないですね。中志ゲロほどうまいって言われるけど食欲なくなる。アツロックデスボールやって、私今日誕生日だから2人ともお祝いメッセージくださいってことで、誕生日はさっきアウトになりましたね。はい、ちょっと消します。いやでもエヴァンゲリオンのモノマネ結構いけんな多分これ。次使ってくれ。中志、友達のみどりって子が誕生日なんで歌お願いします。いいんじゃないですか、英語バージョンで言っとけば。いやちょっと俺英語とかよくわからへんから。うーわうーわ、チェリーエヴァテの稼働ってどうですか。いやもういいですよ、やっぱりキュインって言ってない。キュインって言ってますよ。ただ多分先読みかな。あーまだやっぱ侵害ですからね。あれ、うん、ハイリクはキャッツボーナスがテンパイしてんけど、いい感じ稼働は。もう結構皆さんがもう打ってくれてますよ、うん、この間金放流でリーチかからずスルーしたんですが、ありえますか。あるんじゃない。なんだそれ。春一番ってどこの何柄が熱いの。あ、まあ一応西陣さんでチェリーブロッサム柄ですね。チェリーブロッサム柄が熱い。はい。はい、今日エヴァ10で金放流外したんだけど、普通ですか。エヴァってあまり打たないから分かんない。いや、あ、まあ、エヴァシリーズちょ10が点打ってないんでちょっと何とも言えないですけど、まあエヴァは天下、うん、天下、うん、ちょろっと出たね、完全に天下が。今ごめんなさい、笑っちゃいました。あがまやばい、ちょっと毒されてるわもう。まあでも保留だったら熱いんじゃないですか、その、まあそうですね、あ2分1では当たってほしいかな。そうですよね、いう感じ。チェリキチ男を磨く梅がある。おあとだね。そして中島当たりおめでとうございます。ございます。中島店長、NG ワードバンバンお願いしますよ。NG ワードバンバンお願いします。ちょっと言いたいねんけどなかなかこう。いやいや確実に勝負になる。いやなかなかヒットせえへん。難しいな。いやもうそうしたらねえ。あ、しかも16ラウンドこれ。本当ですか。マジっすか。薄いとこ引いてますよ、多分。多分5%やな。うわ、すげえ。おと、ハイパーキャッツボーナスでそう。いや、せやな、15… え、16っすか。いや、15ラウンドやな、15ラウンド。セグっすか。 5%。 はい。パカパカかもしんないですよ。いやいや、もう多分これ…あ、振り分け一個一個ある感じですか。平和で激アツの柄って何なんですか。タイガー柄です。はい。中志、ピアノ打って。ああ、ちょうだい。はい。キュイン、中志、野菜チップスのことですよね。昔からあるでしょ、あの手のお菓子は。あ、何の。あの野菜チップス。ああ、いやもうね、最近食ったんですよ、初めて。キャッターだ。春一番っていつも俺がやってるのと違うな。アトクデスボール、はよ声出ないからね、今度はね。そういえば先週蒲田見たけど面白かったよ。おー、蒲田放送ね、ぜひ前、あの各週でやってますんで見てください。1ラウンドは15ラウンド天下、それ当たりは確定でしょう。7ラウンドかは演出次第。ああ、そうなんや。はい。刑事の虎は何上のモノマネしてください。刑事になりきって、はい、お願いします。行きましょうか。はい。虎は何上強いと思う。もともと強いからよ。
アウト。はい、お疲れ様です。はい、トラアウトです。はい、それ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 そう。はい、あんま似てねっていうね。え、でもね、まあいい声だったよ。あ、ありがとうございます。まあまあいい声だった。うん、二重連はお願いしますね。な、なんか二重連、はい、なかなか頑張らんと。はい、そうですね。天がアウト。てか最近の緑は青とかと変わんないよね。あー、まあまあ、まあ、でもガロとかやったら意外と当たったりしないですか。あ、たまにしますね。横須賀店に、海の桜マックス置いてありますか。あ、ありますよ。あの1円パチンコになっちゃうんですけど、はい、まあ、4円ではちょっとないんですけどね、うん、1円パチンコではありますので、はい。キャッツアイの目つぶしフラッシュやばいな。キャッツアイはバンヘルアマと比べてどうですか。あ、まあでもキャッツの方はええんちゃいますかね、うん、スペック的にも。はい、あ、これキャッツアイ確か結構パッとなんか演出挟まず当たるイメージがある、ね、そうですね、うん、そうですね。キャッツは継続率は何パーぐらいです。これ確かマックスとかと変わらないんじゃなかったでしたっけ。結構高いと思いますよ。やったらもう85とか5とか後半ぐらいはあるんちゃいますかね。中心今 NG ワードだと思うの言ってみて。 NG 熱い。ああ、あとは、あと、はい、あと激熱。あー、なるほど。あ、ちょっと程度貸してもらってもいいですか。はい、まあまあ近かったですけどね。今年出た台で今現在一番稼働良さそうな台って何ですか。一番いい今年出たか。今年か、難しいな。今年、まあ長期稼働とかで変わってくるんでね、短期稼働とかで、ね、うん、パチンコやったら何やろうな。まあ何でしょうね。今年か、何だろう。今年って言われるとなんか難しいな。みんな結構去年じゃない出てるの。今時期去年でしたっけ。去年刑事も多分、うん、去年。そう、いや、まだ俺が相模おって高橋さんと12月ぐらいじゃないですかね。そう、絶対に考えると。でもエヴァナインとか、あ、エヴァナイン意外と頑張ってるのかな、ね、と思いますけどね、うん。中市、横須賀の名物って何ですか。ね、海軍カレーですね。あ、海軍カレー有名ですね。純ちゃんには本当に謝罪するよう頼むぞ。なかったら蒲田の池澤さんに苦情言っておくからね。もうなんかお客様センターみたいな感じ。あとかわこ横須賀ファミリー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。緑虫入りの健康食品してる。コレステロール下げるとかの。あ、なんだそれ。最近なんか虫、その緑虫流行ってますよね。知らないですか。ちょっと SP 抜けそうやねんけど。ちょっと頼みますよ。あと7回転やで。中市に問題です。代表曲奇跡愛歌などで有名な和訳で緑というグループ名は何ですか。ちょっと もう一回欲しい。もう一回。代表曲奇跡愛歌などで有名な和訳で緑というグループの名前は何ですか。それはね、グリーンですね。グリーンです。はい。横須賀店1パチ何台、4パチ何台ですか。4円パチンコが、317台ありまして、はい、1円パチンコが、喫煙と禁煙コーナーで、まあ、一応2パターンあるんですけど、はい、まあ、喫煙コーナーの1パチが56台、はい、で禁煙の1パチコーナーがごめんなさい、噛んじゃいました、はい、147台ですね。はい、中市言ってる間に当たってますね。言ってる間にしれっと、え、危なかった。残り6回転って、うん、いや、もう残り6回転だった、はい。キャッツアイの SD 中は緑でもそこそこ期待かな。87% だって。87、危なかったな。はい、もうどんどん NG ワードお願いします。遠隔かと思った。ほら、中市もチェリキチもいるじゃん。おひさー、あー、お久しぶりです。今来たよ。今日は中市王子と誰ですか。今日はね、どうもどうも。今日はチェリキチでーす。あ、当たった。はい、おめでとうございます。早っ。いや、もうこれいくらでもいい。パンパン言ってかんと、あの、勝負にならない。ちょっと番組として成り立たなくなって。もともと僕バンバン言うタッチなんで。はい、今回のキャッツアイのスペックは神ですよね。 87% の継続率は伊達じゃないくらい連チャンする。いや、そう、まあ、87はもう終わらない
ですね、そう簡単にはやっぱり、ね。中市、今は ST 中ですよね、回数決まってるんですか？回数はね、決まってないですね、70回転以内に当たりを引ければもう一度確変っていう感じですね、はい。トラって10回言ってください。トラ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 、あれだー、これなんですか、10ポイント加算ですか？ふざけんな、おかしいやろ。これ10ポイント加算ですよね。何のルール、あ、赤保留や。あ、赤保留。出たー、はい、出たー。チェリー、マクロスがガンガン打たれる。一応でもマクロス、一応そろそろマクロスも行こうかなって。あ、これ打てんの？一応打てます、打てます。あ、ほんまに。あの、実は横須賀店やってないんですよね、マクロス。あ、やってないですね、横須賀。アウトお前。おー、やだな。お前勝手に突き進むんやめろよ。あら、やだ。もうマジで。ちょっと待ってくださいね、カメラがちょっと切れちゃう。それは伸びしろですよ。もう多分俺 NG0 とかのレベルやで、もうこれ。そうですよね、結構減ってますよね。ちょっと待ってくださいね。今日はちょっとカメラの具合がですね、よろしくないんですよ。調子ですか？調子が悪いんですよ。ちょっと待ってください。じゃあちょっとなんかラジオチックになっちゃってる感じですね。はい。中志さん、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとう。ちょ、最近ね、もうその挨拶でね、NG が多すぎる。確かに多いですね。いや、もうね、これちょっと人間不信に陥っていくやつですよ。これはちょっと危ないですね。うん、いや、まあまあ、ちょっと余裕があるから、今日はね。まあ、今日は当たってますからね。あー、まあそうですよね。はい、羨ましいですけど、それ。カー出てきた。うん、中志シレット当たってる。中志当たったおめえ。はい、当たった。お、当たった。ケージは1月19日導入なので今年の台です。あれ、今年なんだね。今日海ブラックのライトブラ、うん、ライト緑で魚群5回、魚群5回、出て全部外した。うわ、それは辛い。辛いな、それは。あぶね。それは辛い。伊賀って10回言って。え？伊賀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 ？チェリー、伊賀って10回言って。伊賀、伊賀。あ、なるほどね。伊賀、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 タイガー、タイガー、アウトマジか。あの、ちょっと言っていいですか？はい。あっちゃん、なんで僕に言ったんですか？あの、なんで僕にチェリーって書いてあるの。あ、書いてある、書いてあるね、書いてある。ね、横須賀店の近くの美味しい飯屋について語ってください。あー、ご飯か。ご飯やったらどこやろうな。ちょっと、まあご飯っていうよりは居酒屋さんとかだったら結構。あー、居酒屋さんあるんですけどね、うん。まあ、でも個人経営の店とか意外と入ると美味しかったりしますから。そうですよね。なるほど、横須賀は行くのにちょっと勇気がいるんですけど ね、まあ、ね。チェリー、中市の台は継続率高いからポイント3倍で、あ、うん、3倍で、ね。中志さん、最寄り駅は JR の何線のどこ駅ですか？JR ね、横須賀駅ですね。はい。の、え、あ、横須賀線の横須賀駅。そうですね。天なのに87なの。そうですね、突入 ST までの壁がちょっと高いんで、うん、その分 ST は入れば継続率が高い。高いですね。緑虫って虫じゃないんだって。海藻とか物類なんだって。あ、そうなんですね。知ってたら食べやすいよね、確か。あ、まあ、確かに。横須賀のアルトがいるのにマクロスやらないんですか？あ、そろそろ行きますか。横須賀のアルト言いますか、ね。もうちょっとしたら行きますか、じゃあ。キャッツアイ嫌いだから 1K1 K しか打ってないけど、アマならいいかもね。中志、こんばんは。はい、こんばんは。中志、暑そうって言ってみて。暑そう。アルト。いやー、 NG やったか。あの、皆さん今入れ食い状態ですので、ね、どん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 、あの、行ってもらえれば、うん。はい。お、お、でも熱々っつったな。どうだ、チャンス。あ、煽りでキャッツの猫が右側だけ出てきたら当たりですよ、中市。キャッツの猫、うん、あー、これってことかな、うん。中市、出玉はどうですか？出玉が今ね、表記で3000発ですね。はい、トラはさっき言った、ごめんなさい。009とバトルした方がいいよ。ラウンド数でポイント、増減しないんですか？
あ、ラウンド2っていうか1回当たったら1回ですね。そうなんですよね。中新さんこんばんは。はい、こんばんは。チェリー、お前今日は絆システムだからな。お前一人で青デストだからな。中新、黄緑って10回やってください。黄緑、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 はい、緑、アウトー。はい、10ポイント。10回言う必要ないやん、もう。まあ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 、入れ食い状態ですからね。はい。このキャッツ打ちたい、ぜひ、よく聞こうな、横須賀店。横須賀にね、はい、来てください。チェリキチ、王子に頭下げて変わってもらったらいいんじゃないか、台を。あ、当たってもええよ。いいですか。いいよ。圧力のポケットもあるんで、当たってカメラを買おう。ネチェリー、AKB のあれやって、タイガーサイバー何だってみたいなやつ。ああ、僕分かんないんですよね。なんとかなんとかなんとか、じゃあじゃあってやつですね。そうそうそう。中地、当たりがカメラに映ってないから無効ですね。このキャット期待。中地、こんばんタイガー。はい、こんばんタイガー。はい。あー、NG 追加。はい。あーでもこれ終わりそうやな、もう残り5回転やで。今何回、もう残りね、5回で終わりです。やば、やばい、やばいですね。あれ、やばいじゃないですか。これ抜けたらちょっと移動する、さすがに。もうちょい打つ、もうちょいやりますか、じゃあ。もうちょいやります。はい、まだ1時間経ってないんで。あー、まあ確かに。はい、そろそろ春一番は出玉が多くて連チャンの部分は厳しいでしょ。チェリーと中氏逆の台やればいいんじゃ。中氏、コレステロールって言ってください。コレステロール、アウト。終わってもうたね、俺。終わっちゃいました。終わってもうた。じゃあ中氏、そろそろどうします。台移動した方がいいかもしれないですね。移動する、当たり確率が悪いんで。悪い、200分の1ですよね。マクロスは200、はい。まあ、マクロス、マクロス行きますか。マクロス行く。チェリー、マクロスいい。ああ、いいですよ。じゃあマクロス行きましょうか。はい、じゃあマクロス行きます。ちょっと待ってください、コメント。うわ、当たんねえの。しまんねえかな、しまんねえかな。結構ハマってんの。いや、もう129回転。マジで。それちょっとつらいな。なんか熱いっていうのが確実に分かるのがあんま来ない。あ、まあ、さっきのオイランぐらいですね、熱かったの。いやー、引き弱いな俺。そんなもんかな。まあ言うても、あの中氏があの重い台座ってくれたんで。そうですね、まあ、ちょっと僕はチャンス、ね、まあチャンス、ここはチャンスですよ。チャンスになるんですね、はい、ただ僕はあれですよね、キャッチャー打てばいいですよね。はい。いや、打ってもええけど SC 入るな話が確かに。チェリー外れそう、それ熱そう、熱そう、さっきダメでしたね。はい。アホやけ、春一も熱い。中氏の回数減ってないんじゃない。いや、1回ぐらい減ってないかもしれないけど、まあまあちょっと、ね、まあまあ、まあまあいいんじゃない。うわ、すごい余裕。そんな、なあなあなあ、あのね、これ僕一人じゃ管理しきれないんでね。まあまあまあ、まあまあ、確かに、すっごい余裕。何それ、魚は英語でなんて言うんですか。フィッシュ。春一番好きです。恋をしよう、恋しまくろうって歌聞きたいので頑張ってください。ああ、わかりました。お二人に質問です。グリーンとレッド、どっちが好きですか。まあグリーンですね。まあ僕も僕はレッドですよ。はい。あ、さっき中氏これ言ってたもん、ごめんなさい。はい、はい。あ、NG の追加がいっぱい来てますね。おー、いっぱい来てますよ。はい。はい。そろそろ気をつけないと、中氏気づいたら追い越すよ。あー、まあなくはないですよね。チェリーさん最近太りましたね。お腹周りのお肉はどうですか。お腹周りはまあ相変わらずついてますよ。はい。中氏、お前らは雪地だって言ってみてください。お前らは雪地だ。ダメだよ、言ったら。言ったらダメだよ。いやいや、もうあの石田店長、そうですね、石田店長ですね。ちょっと相模の時の血が騒ぎましたね。なるほど。中氏、奥さんと桜見に行ったりしますか。いやー、行かないっすね。中氏、さかなクンの真似してください。ギョギョギョ。ガキデカのアマってありますか。ガキデカのアマはないですね。チェリー来た。ダメですか、それは。これちょっと弱いかもしれないです。はい。他に何の台があるんですか。いやー、あとね、僕は次に個人的にはアクエリオンを打ってもらいたいんでね。あー、いいね。チェリキチ、あの終わったらアクエリオン打って。あー、わかりました。はい。今日もチェリキチかっこいいですね。あ、ありがとうございます。はい。
2人でマクロスとか、1人ですね、今日あこれ誰の名前変えないと。おぶボタンブルってんけど。いやいやいや、えそれは君と誰とキスするんですよね。いやいや嘘でしょ。いや分からへん。いやでもなんかマクロスって結構熱いやつをさらっと外すイメージ。あー、まあ そうですね、それちょっと分かりますね。ちょっと演出バランスが悪いというか、うん、でもあとちょっと打ったらアクエリオン、はい、いきます。上皿の球だけ。あそれ熱い。いや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 、もうこれ普通にスペシャル発展と伝われてるやん、はい、いやそれ結構熱い。飛行機落ちたらもっと熱いっす。今日は俺が好きな台2台やってるから最高の気分です。なるほど、すいません台移動しちゃいましたけど、あっちゃん的にどっちに罰ゲームさせたいですか。そちらを集中攻撃しますので。おそうですね、僕的にはやっぱり仲しいね、えやっぱ負けてるから、仲し負けてるから、あの なんていうのかな、回数がまあ少ないから仲しをねどんどん追い込んでいくようにね、皆さんお願いしますよ、番組が面白くなるようにね。R 数関係ないなら継続率高い台とかバジのように61分の1とかの台にすればいいか。なるほど。ああまあ確かに、仲しと店員がセクロスを点々点々点々当たったんちゃう。あ当たったわ。当たった。早い大当たり、おめでとうございます。ありがとうございます。早い、今日は中瀬が乗ってますね。皆さん早く申し訳、早くコメント早くコメント16回転で当たったんだよ。おかしいだろう。いやでもほらこんな当たんないのに。でもあの S あ V 角イベント話にならへんから。いやもうそれ入ったら怒りますよマジで僕なんかでも入りそうな気がするな。あの視聴者の皆さんには申し訳ないですけど、はい、僕怒りますからねマジで。あ中瀬やるな、早い中瀬、中瀬ありがとう、アウトー。いやいやもう全然いいですよちきしょう。今3で当たったね。蒲田店でキャッツアイ、アマ1100ハマった。次の日即時30連してた。1100中瀬結婚すると引きが強いですね。そうですね、いい感じですね、チェリーありがとう、アウトやで。どっち両方言ってんのか、ちょっと待ってね。まあもう俺でいいんじゃないかな。まあそうですね。うわあ男気。こんばんは、今来ました中瀬の台は何ですか。マクロスフロンティアですね。はい、マクロスアウト。I S T じゃないわ、 V 角形。はい、おめでとうございます。それは生き残りたいですよ僕も。チェリーちょっとライオン歌って。生き残りたい、生き残りたい、まだ、はい、もういいです、もういいです。クイズです。桜、魚、赤色のうち NG ワードはどれでしょうか。桜アウトはい、ということで、中瀬アウトでございます。いやこれ、あれ何パーやったっけ。 70% ぐらい、70%ちょっとあるはずですね、はい。チェイさん、キャッツと、あ、来ましたね。これでマイナス1ポイントです。はーい、はーい。いやーきちいな。皆さんはマクロスとセクロスどっちが好きですか。どっちも好きですね、はい、マクロス何回で16か。中瀬ラーマ2分の1で好きな女性キャラクターは誰ですか。あー僕結構いろいろ好きですけど、やっぱ女ラーマですかね。あー、こんばんは。最近ガロで SD でスルーして6回連続で単発なんだよね。チェリー孫子の、チェリー孫子の真似して謝ってください。孫子のモノマネして謝って、全身映んないとちょっと厳しいかも。まあそうですね、最後ね、チェリキチが打ってるのは何一番ですか。これですか。はい、これなんですかね、気候な一番ですかこれ。来週末横浜に遊びに行くので、おすすめのお土産を教えてください。横浜、はい、これ崎陽軒とのシューマイとかじゃないですか。あ、シューマイはいいね。はい、はい、おめでとうございます。これで継続、継続ですね。いやいや、いらないいらない、もういい、もういいですよ。お客様は諭吉という店長がいるお店はどこですか。相模原店です。相模原店ですね。はい、よ、アウト。よ、ファフナーありますか。ないです。マクロさんと審判しっかり。中瀬、最近は純ちゃん閉店時のお客様、あ、じゃあ開店時のお客様お出迎えん時、よく来たな、養分って言ってるよ。あ、もうついにだいぶまずい。ついに外部発信しだしましたから。はい、あー NG 追加。あ、カメラ切れた。あ、OK かな。はい、マジですか。
マッツン元気にしてますか？マッツンは元気に遊んでますよ。はい、中志最近はじゅんちゃんへ、あ、これ読んだな。チェリキチ君最近合体してますか？合体ですか？はい、合体経験ありませんよ。ヒロインリーチャーで 60% オーバー。中志、秋といえばどんなものを連想しますか？秋、やっぱ食欲の秋じゃないですか。はい、いやーすげえな、マジ引き強くないですか今日。来てるな完全に。まあでも僕この後合体しまくるんでね、うん、いやーちょっとハードルが高いんじゃないかな合体経験がないともう気持ちいい連発させますから、ちょっと切れたな。もう気持ちいい連発させますから。あ、これ音調整できないのかな。あ、ちょうどいいや。うわ懐かしいな。はい、ということで台のねちょっとスペックを教えてください。はい、ちょっと待ってください。じゃあマクロスからいきますか。あ、そうですね、すいません。はい、マクロスが200分の1の大当たり確率で、はい、で火剣突入率が 51% ですね。はい、で火剣入ってしまえば 77% に上がるような台になってますね。はい、はいはい、で僕が打ってるは創世のアケリオン3、はい、まあ、ちょっと懐かしい機種ですね。はい、で大当たり確率が 99.9 分の1、はい、で 100% の、まあ、先ほどと一緒の ST タイプになります。はい、で、まあ、50回転の ST になるんですが、はい、その ST 中の大当たり確率、はい、こちらが 39.5 分の1と、はい、まあ、春一番よりは当たりやすくなってるかなと、はい、ね、はい。マクロスの主人公はシェリルですか？いや、まあダブルヒロインって感じですね。あ、あ、中志ギョギョギョアウトだぞ魚。なるほどね、なるほど。うわさらっと。いや、まあちょっと余裕が、今日は心に余裕があるんでね。すごい、なかなか V 入らへんな。はい、中志はシャンプー何使ってるんですか？あ、今はねパンテーンかな。はい、チェリキさんに質問なんですが、自分は二十歳なんですけど、はいはい、大人のお店に行っておいた方がいいのでしょうか？まあ行くのは結局自分次第なんであれなんですけど、うん、やっぱ社会経験しといた方がいいんじゃないですか。なね、89分の1引けない自分の運のなさを恨む。中志は髪の毛はシャンプーの後何かしますか？いや、僕一切やらないですね。なんかしマクロス、マクロスか。マクロス199分の1です。そうですね。もしかして中志仕込んだか？いやいやいや、そんなことはしてないですよ。ちょっと引きがね、今日は、うん、歌の火災が出てくるわ。春一番何回回ってますか？182回転ですね。はい、チェリキチさん、サンマって漢字でどう書くんですか？サンマですか？はい、は魚に、うん、秋ですね。はい、秋アウト。あれ狙う相手間違えてません？いやもう勝手にハマってってる気がせんでもない。アクエリオン釣り懐かしいね。あ、じゃあカメラと、チェリー気持ちいいアウトやで。さっきからカメラ切れすぎだ。そうなんですよ、今日ちょっと調子悪いんですよね。あれ気候の結構アクエリオン置いてますな。別の気候なにもあった。マクロセーフ赤ホーリー&歌姫降臨外しまくってトラウマ、キーンズからにならないと諦めるようになりました。シューマイ以外でお菓子系でおすすめのお土産を教えてください。お菓子か、鎌倉とかだとあるんですけどね、あのハトサブレとか。あ、ハトサブレね、はい、うん、ハーバーだっけ、ハーパー、ハーバー、あ、なんかありますね。 あるよね、よくあります、あります。泣きの1回込みで 77% 継続、有明のハーバーか。最初春一番、ん、中志さん、あ、中志さかなくんの真似で、はい、良いコール魚って言ってたよ。あ、さっきね。こんばんは。こんばんは、はい、こんばんは。あーちゃん罰ゲームだな、青デスソース。NG ワード連発してるぞ、あーちゃんしっかりしろよ。今日ちょっと無理だね、もうなんか俺が疲れたもん。あれ仕事放棄ですか？うん、なんか疲れてきたからいいかな。
最初春一番って猪木の真似する人が出てくる台かと思った。あっちゃんアウト。皆さん子供ができたらどういう名前にしたいですか。ちなみに男と女両方です。子供の名前か。子供の名前、うん、いやまああんま考えたことないですけどね、うん、まあ自分のかんなんか名前の由来ににした感じのやつ。ああ自分の名前が入ってたりとか、まあ、はい漢字が入ってたりみたいな、うん。テレキチは僕ですか、うん、僕もそうですね特にないですけど、うん、まあこれ偏見だとは思うんですけど、なんか最近すごい名前が多いじゃないですか。すごい名前、なんかこうなんていうんですかね、今風というかなんか読み方と漢字がすごい、あーキラキラネーム的な。そうそうですね、それはちょっと嫌だかなって。なるほどね。待ってみてて、お前ら養分の諭吉の前を、3人にそれぞれ聞きたいんですが、1万2万3万円の資金だったら、はい、それぞれどんな台がいいですか。1万2万3万、うん、まあ、1万だったら僕は花火行きます。ああ、スロットのスロット、うん、やっぱパチンコだったらあまり時間1パチになっちゃうと思うんですけど。ライトミドル打たへん1万円やったら。いや1万きついっすね。いやいや僕は大丈夫やろ、まあ、ライトミドルいくかな。肛門ちゃまとか。ああはいはい、はい、あの辺行くかもな。あ3万あったらマックスいけますよね。まあまあ、あそうやね、そうだね、まあ、2万やったらちょっと悩むな。僕2万だったらライトミドルっすね多分。ああ2万でライトミドルか。でミドル打つぐらいならマックス打ってしまうかなっていうのはちょっとあるかな。2番でもまあ引かれるスペックとかだったらあるんですけどね。 あ桜も言ったんだ。結構言ってるな NG ワード。俺が聞き取れないな今日。まあ、ちゃんカメラの調整とかもやってますからね。そうだね、うん、いらっしゃいませゆきち様、ゆっくりしていってね樋口さん。来たな養分の口コンディショナーとリンスの違いを教えてください。コンディショナ ー、 あ分かんない。同じようなもんじゃないの。俺よく分かんない、まあ、なんか栄養を与えるのがコンディショナーやったっけ。でそれをカバーするのがなんかリンスやった気がする、確か。じゃあシャンプー、リンス、コンディショナーって全部使う。だ順番としては確かシャンプーやって、うん、その後にコンディショナーで栄養やって、うん、リンスでカバーみたいな。なるほどね、はい。中し当たったら、代わりに気持ちいいって言ってあげて、リンスしないから髪の毛がボワッとしてるんですけど、リンスしなされ中し、中し、サオトメって言ってください。サオトメ、はい。ダザムが再設置される確率は何パーセントですか。ダザムですか、うん、いやかなり薄い。きついんじゃないですかね。うわ当たんねえかな。ちょっと一応ギジさんは言ってるんですけど、はい。アクエリオンは 72% とかマクロス対抗にしては少し弱いかな。なるほど、うん。アクエリオンその継続率の割に謎なくらい20連超えを見るんだよな。あ分かります。うん、中市大当たりしてるから減らしてあげて。はい、みんなよく見てますね。はい、やっぱりあっちゃん今日キレが悪いな。今日キレ悪いね。中志俺たちはバリだ。あっちゃんお疲れ。あっちゃん調子悪いの無理してないの。はい、あっちゃんは昨日のダメージが残ってるのかな。昨日ねタイキックされたからね。だけど1回が、成功したのは自分お隣を含めてまだ見たことがない。ピカチュウはかわいそうに見えた。あ名前ね子供の。あ光るに宇宙の光る宇宙ね。中志、マクロスでオーバー入賞するとなんて言うんですか。オーバー入賞するとき、うん、いやごめんちょっと分からへんな。じゃ あ、 まあもう一回当てましょう。桜と気持ちいいと、秋消しておいてください。あ気持ちも言ったと、はいはい。男だったらシンジ、女だったらレイだな。あエヴァか。ライトは基本コウモンちゃまかな。チェリキチは十分キラキラネームだよ。気持ちも消してください。中志リンス言った。アウト。はいむっちゃ言ってたな多分何発も言ってますもんね。5発ぐらい言ってたんじゃん。あ当たんねえかな。今日チェリキチ1回
僕1回しか当たってないですねまだ、うん、もう1時間で、キコーネ人だけ店の近く大人のお店ばかりの通りあるよね、はい、狭い通りには S とか M とかのお店もあったりして、あまあそういう店が集まってるとこではありますよね、うん、伊勢崎の、過度なキラキラネームはかわいそうだよな、50くらいになってピカチュウさんとか病院で呼ばれたら恥ずかしすぎる、そうなんですよね、それ思うんですよね、出て行きづらいっすよね、はい、中市シャンプーアウト、あシャンプーも言ってたんね、もしかして全部コンディショナーも、はい、結構行ってるんちゃいますか、結構行ってますね、そろそろブレーキかけさせて、でもマクロス今確認中ですか、いや終わった終わった、あ、うん、チャンス、あれアクエリオン春一番って書いたら、あ春一番ね、ちょっとねチェリキシがね当たらなすぎて大通しちゃいましたごめんなさい、はい、ごめんなさい、アクエリオン CR アクエリオン CR アケ、あ創生のアクエリオン CRF、 うん創生、創生ですね、これかな、聖なる聖です、あー作るに聖ね、はい、やっぱマクロス歌がいいですよね、いいね、チェリキさんチェリーブロッサムって何ですか、チェリーブロッサムですか、はい、桜ですよ、はい、あとは、最近助手連れてないの、連れてないですね、機種並び見たけどトラック野郎が99分の1で 100%C の 86% 継続だよ、前やりましたよね、あやりましたね、マクロス完全に跳ねてね、病院では下の名前は言わないでしょ、大人の中氏に質問です、はいはい、マクロスとセクロスの違いを教えてください、いやまあ微妙な違いなんでね、いや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 、ええいや僕経験ないんでいやチェリーこれは結構微妙な違いやからちょっと口ではね説明しない感じやね、僕がシャシャリ出るところではなかったですね、はい、あったさい、あこれ読んだな、中市赤井秀和のモノマネお願いします、赤井秀和、あー何やったっけあれ、引っ越しのやつ、あなんかあった、アリさんマークかなんかじゃなかったっけ、なんでそんな大きくなってしまったんですか、ありましたね、なんでやろうな、今日の2人は声が高いね、ハルヒミドル打ちたい、中市マクロスって面白い、1回打って当たらなかったけど通常も面白くなかったな、いやまあ僕もねプライベートで2回ぐらい打ってちょっとさっき初めて核変というものに入った、えマジですか、マジで、ハルヒの方が一撃がすごくあった、あとはシャンプーも消して中市、あごめんなさい、開いていきます、なんでこんな引き終えんだろうな俺、中市さん、チェリキさんともに声が高い、フェイスオブブンダ、春日って何気に両大だった気がする、 JR 横須賀駅の周り何もないっすね、あーまあ、大英ぐらいですかね、大英、中市072と69の違いを教えてください、いやーそれもねまたこっちの3つしか変わらないんでね、これもちょっと微妙な違いの1つですねこの前高校の時に好きだった子に会ったんだけど可愛かったわ、はい、2人の好きだった子の名前を教えてください、あー好きやった子、好きだった子か、名前か、あ何やったかな言って言って早く早く、あーでもね一番最初好きやった女の子はあけみちゃんでしたね、あけみちゃん、あけみちゃん、あけみちゃん結構古典的ですね、あけみちゃんはそうかな、なんか結構年配の方に多そうな名前ですけどね、チェリーは僕も、まあ、唯一いた彼女の名前でいいですか、はい、春江です、春江さん、おばあさんなんで笑うんですかなんで笑う、おかしくないでしょ別になんでそんな、春江さん、なるほど春江さん笑っちゃいけないけどね、笑っちゃいけないけど、何がそんなに面白い、このあけみちゃんからの流れてきた、いやいい名前やと思いますけどね、なんかこう今日なんか確かにまあ面白いですねそういう人ね、あけみちゃん日本エレキテル連合かな、あけみちゃんっていつも口開けてる子だろ、春江見てる、天の旗あたりの良さ、
生かさないとこのまま引き離されるよ。マクロスは振り分け的に爆発しそうな感じしないよね。2人ともババアわらわら。赤木春江ですか。チェリキさんはなんでそんなニックネーム名乗ってるんですか。チェリーだからです。簡単ですね。ごめんチェリー、私も春江さんで、腹筋痛い。いいお名前だと思うんだけど流れで、コンビニの子も春江ですか。コンビニは佐藤さんですね。コンビニは佐藤さん。あけみちゃんと春江ちゃんってすげえな。お母さんおばあちゃん先生年上の春江さん、2人は今まえちゃんが片思いしてる、この名前知ってる。あ、知らない。あ、なんかこの間放送で言うたんやったっけ。なんか言ってましたね。なんかちょっとね、忘れましたね。チェリキチ佐藤さんと最近会った。いや、もう会えてないですよね。はい、どうも春江本人です。あ、本人登場しましたね。いや、どうも。あの本当あの説はお世話かけました。はい、春江は俺の隣で寝てるよ。中志最近合体しましたか。合体、いやいや、もう僕は常に合体したいと思ってますよ。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あつろくなんでそんな髪サラサラなんですか。あー、なんでだろうな。うち実家美容室なんですよね。あ、そうなんですか。はい、なんでなんかシャンプーとか良かったのかもしれないですね。あー、もしかしたらそれあるかもな。ねえ、チェリーはいつ女の子と合体するんですか。まあ今年中目標にしたいですよね。はい、中志、窓バギのキャラのモノマネお願いします。奇跡も魔法もあるんだよ中志、俺たちはバリだ。アウトつなげ方はい、ありがとうございます。うん、最近また何か飛んでる。くしゃみ出たら、朝起きたら喉が痛い。あけみババの匂いがする。この辺読んだかな。やべえ、当たんねえ。なんだこれ。アクエリオンって桜柄出るんでしたっけ。アクエリオンは桜柄なはずっすね。チェリキチ、リアル鬼ごっこって打って佐藤さん追いかけろよ。そうだね。それちょっと思ったっすよね。あずみちゃんじゃないのか。佐藤さんとリアル鬼ごっこしてる。中志合体アウト。ちょっとそろそろなんか増えてきたイメージが、うん、そうですね。いや、まだまだいけんじゃないですか。いやいや、もうちょっとあの、早当てて減らしてもらっていいですか。あ、すいません。春江です。先月、赤いちゃんちゃんこを、はい、もらいました。あ、60歳ですか。チェリキチ、合コンとか行かないのか。合コン、誘われないし、うん、あれもできないし、主催もできないんで、はい、あれ行ったらいいやん。マチコン、はい、マチコン。あ、でも今、あれもありますよね。なんか飲み屋さんで、相席屋でしたっけ。いやいや、ちょうど中央に。そう、できたんですよね。横須賀中央にできたの。はい、相席屋できたんですよ。じゃあ今度行きましょうかね。一緒にお願いします。お願いします。待ちません。嫁の名前はとしこか。中志、もう肉まん食べましたか。肉まん、うん、また始まっちゃった。なんか、まあ、秋だからもうそろそろ。ああ、そういうこと、うん、いや、今年はまだ食ってないけど、大阪帰った時にあの551の分が、ああ、美味しいですね。買って帰って、あれすごいうまいっすよね。うまい。肉まんアウト。やばい、ちょっと警戒心が。バーバーってどうする。堀はやっぱり赤色にならないと当たらないのかな。アケリオン赤堀とかあるんですかね。僕あんまりもう忘れちゃいましたよ。ちょっと赤アウト。お前何してんねん、ほんまに。いやー、やばいな。チェリー、本気で合体は好きな人とね、無理して合体するもんじゃないよ。あ、まあそれは、うん、そうですね。やっぱお互いにこう愛し合ってる人でやりたいですよね。チェリー、このまま当たらなければ56分の1の氷川きよしと確率高いのにするしかない、するしかなくなるよ。あ、当たらないからね。あけみ、最近結婚しました。でも本当は中島くんと結婚したかったんだよ。いやー、ちょっとね、慣れそろも10年ぐらい早く言ってくれたから。何気に中志、余裕がなくなってきた。ニヤニヤ。中志、今日は焼き物が合体しまくりです。冬の食べ物といったら何ですか。おでん。ああ、おでん。中志は鍋。鍋。おでんアウト。
嘘やろ。なんでそんな当たんのかな、さっきからマジで。いやすごいな。おでんですよ。おでん他にもいっぱいありますよね。だっていっぱいあるよ。いっぱいあるよ。いくらでもきりたんぽとか言っとけばよかった。絶対食わへんやん。いやなんか冬っぽいな。肉まんと、おでんコンビニで買うのはどっちですか。まあ、これさっき両方ですね。チャリンコなんでおでんも買いたくないんですよね、あんまり。そうね。あっちゃんの好きだった子は、僕一番最初に好きになった子は、はい、気になりますね、名前。ルミちゃんかチェイちゃんなんですよね。なんかちょっと可愛い感じ。ちょっと可愛いですよね。そうそう、2人とも可愛かったですよ、ルミちゃんとチェイちゃん。中志、赤秀和って言ったから赤もあった。あ、なるほどね。チェリキチ、今度合コン行こうぜ。中志、チェリキチ、秋の果物といえば何ですか。秋の果物、うん、あれ何あったっけ、ぶどうとか、うん、ぶどうちょっとあ、ぶどうとか、うん、チェリキチ合コンフジモンとかに、開いてもらう。あーそれそうっすよね、フジモンとかだったら結構、うん、いけると思うんで。相席屋って何ですか。相席屋っていうのは女性はタダでなんか飲める居酒屋さんですよね。そうですね、確かそうっすね。で男性はそのたまたま横に来た女性の分も全部払わなきゃいけないっていう、なんかそのなんつったらいいのかな、あれ、まあ、出会いの場の一つ、出会いの場の居酒屋さんみたいな。チェリキチなんて素晴ら、すごい素晴らしい、だからすぐに彼女なんてできるでしょ。よし、あっちゃんのおごりで相席行こうぜ。3人3000人ぐらいで、チェリキチ社内でタイプの女の子はいないんですか。社内でタイプの子ですか。はい、あんまり僕他店舗とか行ったことないんで分かんないっていうところがあります、うん、なるほど。名前はとかは、うん、知ってるんですけど。横須賀のいきなりステーキって店でステーキ 400g 食ったけど、はい、ステーキ分厚いとうまいんだなと思った。あれめっちゃうまいっす。横須賀にあるんですか。新しくできたんですよ。あでももう半年ぐらい経つ。あでもあそんぐらい経つかもしれないですね。なんか俺が着任した時にできたイメージが、ほうほう、かなりうまいっすよ。春江です。先日愛、はい、愛席居酒屋で、ご飯2升、食って出禁になりました。そうですね。チェリー愛席屋行ったらツイッターでリアル報告入ってます。関東で貴重なイケメングループできたみたいよ。関東で、関西じゃなくて。関東でできたんですか。関西じゃないかな。ちょっと声かかってない。声かかってないっす。どういうことやねんな、これ。そういえば愛席屋、酒井先生が行きたい言うてたから、2人と一緒に行ってこいよ。あーなるほどね、笠井先生も一緒にね。リスナーの皆さん、中氏、ね、狙い撃ちましょうか。どうします。マクロセーフ、新大と旧大どっちが好きですか。マクロス、うん、まあ前のやつの方がいいんちゃいますか、うん。中氏預けんが浮気はするなよって言ってたよ。ちょっとね、肝に銘じときます。はい、秋の果物といえば、チェリー NG ワード当てないで台当てて、NG ワード追加。はい、あ、これ書いてあるやつか。チェリキチはマックでも買って帰れ、はい。もはや当たり特典なくなりましたね、気をつけて。なんか、あっちゃんが好きだった子はトールちゃんだろ、男か。4保留に 何保留あると安心しますか。3、あー僕も3ですかね。中地、鈴木の軽自動車を言えるだけ言ってみて。あ、鈴木ちょっとあんまね、車得意じゃない。鈴木か、うん、何ちょっと K じゃなかったすいません、担当とか、うん、ムーブ、うん、あと K か、あー何やったっけあれ。まあそんな感じでね、はい。チェリー愛席屋をツイッターで生実況しろよ。女の子全部桜ですか。まあ、そこまでは分かんないよね。分かんないですね。そういえば、ちえちゃん元気、たまには放送出てほしいな。放送出たことないよ、ちえちゃんね。では中志集中攻撃で、マジで、俺が男ならしょっちゅうただ飲み目的で通うけどな。あ、俺が女ならか。あ、お酒好きならいいよね。まあでもいろんな人がこう声かけてくるわけですからね。まあそうだよね。BMW の車欲しいな。皆さんはどこの車が欲しいですか。あまあでもホンダとかですかね、僕。ホンダ、ホンダかトヨタですね。テリキさん、僕はどこだっけな、あの会社、マツダ。マツダ、マツダ渋いとこ行くな。マツダの車はかっこいいですね。
僕あのね同級生がトヨタのね車売ってるんで、あじゃあ安く、だからそのもうトヨタで買いますね車は。いきなりステーキ行きたい、立ち食いだっけ、あ立ち食い、いきなりステーキあれですよ、小田原の駅前にありますから、ぜひ行ってください。関西だね、自分も前のマクロセーフの方が好き、いいな、てか関西ってそんなイケメン多いの、関西見ないからわからないけど、どうですか、どうなんですかね、そうなの関西天長人ってこと、まあ、全部で、あーちょっと全部までになるとわかんないですけどね、まあでも店長にはかっこいい人もいますよ、例えば誰ですか、まあ安島店長とか、はい、かっこいいと思いますよね、ちょっとニコラも出てるんですかね、どうですか、ね、いや出てないかな、多分、はい、それ全部ダイハツだよなんかし、相席屋のく女の子はただ飯食べれるから来てるだけだから女の子の質は大したことない、あ、じゃあ3万円の軍資金でマックス機打つなら何の代がいいですか、あまあその時の気分もありますけど、うん、まあ大体座るのは僕は刑事かガロをやっぱ座っちゃいますね、チェリキチさん、僕も金色多分座りますね、僕は岐阜堂々に座ります、ありがとうございました。今号機は、2引くと、そこそこ弾出るけどその後のおちゃんなのがきつい、あ、3機は、2だと初棒で出玉かん、ちょっとよくわかんない、2っていうのは通常ってことかな、ああそうかもしれないですね、アキラってパチになったっけ、アキラなってたっけ、なってないんじゃないかな、そういえば藤本イグラまだいるんですか、いますよ全然、はい、女ならしょっちゅうただ飲み行くって言ってもやっぱりある程度可愛い子じゃないと男性もお金出すの嫌でしょ、どうなんすかね、でもその関係ないですもんね、飲みに行く目的じゃないですか、だから楽しく女の子と飲めればいいやって思うんだったら別に、そうです ね、あれですけど本当に彼女を作ろうと思っていくんだったら、まあ、その辺はより好みするんじゃないですかね、だからその人次第なんだろう、そうですよね、真剣に考えていくか、うん、楽しみたいかのどっちかっすね、圧力前進しかできないのに車持ってるの、持ってるんですよ、関西の庭店長とかイケメンですよ、あー庭店長、うん、蒲田にもあるけどキコーナーとは駅から逆方向だな、いきなりステーキ、あそうなんだね、蒲田にもあるんだ、小田原にできたの、近いのに知らなかった、ありがとう、あのタウンライト小田原栄町店に行く途中にありますから、駅からあのぜひ今度行ってみてください、関西は知らないね、関東イケメングループ、まえちゃん、笠井先生、ゴラム、豆柴、マティ、チェリキチ、アンちゃんで決まりだね、微妙じゃないかこれ、チェリキチ、会いに来たよ、あーどうも、本時期アウト、チェリキチアウト、俺だちょっと、いい勝負してますか、いい勝負してる、おいい勝負してる、はい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 、あーもうデスソース食いたくないな、2週間ぐらい出てないんだよね、うん、僕、中志、俺様ルパン三世ってモノマネしてください、ルパン三世、はい、あー俺あ俺だな、ルパン三世だアウトルパンアウト、いや分かります、すごい分かりますその感じ、いやーちょっともうそろそろ NG 控えて感じ、チェリキチ大移動検討しとかないと、大移動っすか、当たんないね、ほんと当たんないっす、もうな相性のいい台打ってもうてもええんちゃう、自分の相性いい台っすか、やっぱ中島店長の隣行きたいっすね、ルパン、これルパンなんぼや、99ですね、あ99か、あっちゃんトランスフォーマーに直行じゃないんですか、最近ね岐阜堂々が出たのね、乳銀さんの信頼ですよ、小林明なら歌われた、どうやったらあーパイオツ揉めますか、いやこれはですね彼女つけてください、ガンダムシードの主人公の名前は誰ですか、これはねキラヤマトですね、はい、キラアウト、もうサービスタイムやもんね、アスランザラとかいますけどね、あ、なんや知ってんの絶対知らん思って言うたのに、はい、あ、僕ガンダム大好きなんで、あ、マジで、はい、初耳やねんけど、それもっと早く言ってくれたらよかったやん、ガンダム大好き、女の人ならその店入ればみんな無料なの、60でも70でもその辺はちょっとよくわかんないですけどね、行ったことないんで、アトロコの車はチョルキューでした、なんかしチェリキチ、チェリーに
チェリーのこと好き嫌い？いや好きですよ。ヘンチクリンな女来たら絶対に怒りたくないね、リスク高いかも。全然イケメンじゃねえだろうが、関東イケメングループ。山ちゃんが、内面イケメンだよ、死にかけてるよ。結局相席屋酒屋はパッチーと一緒でギャンブルってことだなと。二人の酒のつまみは何ですか？酒のつまみか、うん、僕ポテトフライですね、うん、ポテトフライ。あ、ポテト、ポテトフライ、うん、あ、僕比較的何でもいけますけど、あ、まあでもやっぱ揚げ物が多いですかね、うん、唐揚げとか。はいね。で、中志佐々木健介の奥さんって誰だっけ？アキラ。はい、アキラさんですね。ルパンの NG ワードもそうだけど、全くモノマネに似てない、できないのにやってくれる中氏が好きだわ。中氏、俺たちはバリだ。ありがとう。これ今日バリ何回言ってます？3回3回ですよね。だ NG 込み込みじゃなければ多分5回ぐらいですよ。はい、いやだ、意外となんか皆さん僕に今日優しくてちょっと本当嬉しいです。いやいや、ルパン嬉しい。お二人は就活で、履歴書で貼った写真は誰に なんだ見せても自信がある写真でしたか？いや、僕もあのなんていうんですか、インスタント的な、うん、なんかパパッと証明写真撮るやつ、あれでもうさらっと撮って、はい、もうむちゃくちゃ写り悪いな思いながら出しましたけどね。まあ僕もそうですね。ギブとか大コケやん、あれチェリクチ髪切った？あ、僕もバッサリ今日、うん、行きました。昨日か。中志、柿は好きですか？柿は肝臓を丈夫にするみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、いや好きですよ。NG 同行の前に当たり見せてください。チェリクチはガンタンクは好きですか？ガンタンクですか、うん、あ、ガンキャノンの方が好きですね。あ、ガンキャノン、はい。店内にある一番確率の低い台を打ったら？あ、逆に、うん、あ、一番確率低い台 か、うん、春一番になるんですかね。あ、じゃあ春一番戻る？89ですからね、うん、春一番行こうかな。あ、戻る。マジで？また当たりを狙いに戻るということですね。僕は勝負師ですから。はい、じゃあ戻るそうです。じゃあカメラ戻します。ちょっと上皿だけパパッと打っちゃいます。はい、はい。ビール飲みてえなー。あー、お酒いいですね。久しぶりに来ました。こんばんは。はい、こんばんは。モッサンいないですか？モッサン最初だけちょっと出てたんだけど、今仕事をちょっとやってますね。花花法王ってもう導入してますか？30杯がないんですよね。そうですね。アスランは、銀玉での中の人ネタで、カツランズラっていうのあったね。知らない。お二人はグリーンとレッドどっちが好きですか？僕グリーンですね。僕はレッドです。はい、グリーンアウト。あー、2-1。はい、いや悔しい。ちょっと今のナナシは、ナナシ近くにないんでね、ちょっとできないですね。あー、ただいま。あると思いますっていう芸人誰だっけ？あ、誰やったっけ名前が。あると思います。あ、なんだっけな名前。最近生えてるのあれでしょ、履いてますよってやつ、ね、あ、そうですね。安心してください。そう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 。チェリクチって高卒ですか？僕は高卒ですね。中志のバディはもう逆の域になったな。嫁さん酒飲む、やっぱり女の人ってグリーンラベルとか飲むの？あ、どうですかね、まあ人によると思いますけどね。中志の奥さん飲むんですか？僕の嫁はゴリゴリ飲みますね。北斗晶です。本当は健介じゃなくて中志さんと結婚したかったんです。中志はどうですか？いや、そこはね、やっぱ健介さんの方がいいんじゃないですか。そうですね。あれいつの間にチェリーまくられてんだよ、もっと頑張るよ。久しぶりに地獄少女打ちました。3番使って1人だけ赤い紐を引いてくれましたが当たらず。皆さん、我慢強すぎ。NG 追加、了解です。あの今さっきコメントに来たってことは僕今勝っちゃってるやつです。さあどうでしょうね。よし、気合入れとこ、当てるぞ。もう僕らの仕事は皆さんに当たりを見せることですから。そうそうそう。ただ今仕事しないからね、この1時間ぐらい。はい。ロトパチありますか？ロトパチがちょっとねないですね。鎌田池澤さんがギフを20台入れてしまったと悔やんでたので、中島さん彼を盛大にディスってください。
いやいや、でも僕も見ましたけどね、よくは見えましたよ、ギブ。中氏、マクロス、アキタ、アルパン、アマ打って、中氏とジェリキチは誰に面接してもらったんですか？僕はその就職活動でそのまま、まあ、入社になるんで人事部の方ですね、はい。今来ました、こんばんは、はい、こんばんは。横須賀のアルトさん当たってますか？横須賀のアルトさん当たってますか？喋ってもらっていいですか？一回だけデスボールキック、ロトポチ、当たり軽いよ。相席は女性なら0円、デザートは別料金、男性は30分1500円、週末は1800円。あ、そんな複雑な料金システム。1500円高いっすよね。まあでもご飯だけパパッと食って出れば意外と、まあそうね、要はいかに早く声かけて外連れ出すかみたいな、仕留めてみたいな。最近漫画読んでますか？あー、最近読んでないっすね。僕は読んでますよ。何読んでるの？プリズンスクールっていう。何それ？あの、ちょっと下ネタが強めのギャグ漫画みたいな。バジリス、面白いです。あ、結構面白い、はい。バジリスク61分の1だよ、バジリスク。安心してください、入ってませんよ。NG というか、はい。ここは、餃子の王将ありますか？あ、中央駅の近くにありますよ。え、ちゃうやろ、パチンコやろ。大大大大や、大あ、大お店じゃなくてもう、あのね、気張っといてもらっていいですか、なんとあ、いくら当たらんから言うてあの、本当にごめんなさい、はい、じゃ餃子の、お、グー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 、おえへー、何やろ、もう早当てろよ、もうあの、餃子の場所はありません。はい、テイキさん、僕はピーマンが食べれないんですが、バーベキュー行っても大丈夫ですか？あ、もう全然僕食べますよ、その分。あ、テイキ、あると思います、あると、あると思いますの、あると、あると、あ、それ当たったら帳消しやから、帳消しっすね、当てても帳消しですよね、うん。お、来た、一番熱いリーチ。はい、中氏、アウトはあると思います。チェリキチ、理想の女性を熱く熱く語ってください。熱く熱くですか？まあ、あれですよね、みんなの前で見せない面を僕と二人きりの時に出してくれる子がいいです。あー、なるほどね、それわかるわ。で、二人きりの時はちょっとものすごくエロいんですけど、うん、はいはいはい、みんなの前でいると結構サバサバしてるっていう。なるほどね、それはエロいよ、はい、ギャップでしょ、ギャップが大事。ギャップ、ギャップがいいです。バイオテロ打ったけど、サイレントラッシュだけがいいのに16カウントの人アクセラレーションラッシュになって嫌だ。なるほど、あー、お願い、本当に当たって。氷川きよし57分の1、中氏移動。中氏、純ちゃんが見てると思ってカメラに向かってコメントしてください。純ちゃん、よし、はい、おめでとうございます。これでマイナス1ポイント。確変なん、いや、戻ってよかったね。あー、そうです、あれ 100% SC ですね、はい。この世には当たると下打ちされる人もいるんだから大丈夫。なんか、あ、山ちゃんね、中氏、純、うん、これ言うんだか、純ちゃんになんか一言カメラに向かってどうぞ。まあ、あの、朝の並び、ゆきちって呼ばすのをやめさせてくださいね。清志のやつか。池澤さんも、プリズンスクール面白いって言ってたよ。あれ、本当面白いですよ。プリズンスクールめっちゃ面白いよ。中氏も読んでみて。ちょっとチェリー、それ貸してや、今度。あ、僕、あの、携帯で読んでるんですよ。あ、ダウンロードして。じゃあ、携帯貸してあげて。携帯貸す。いや、ちょっとあの、うん、一巻だけちょっとパパッと読ませて。ああ、全然いいですよ。面白かったらもう自分で買うから、それ。面白いです、あれは。中氏、あっちゃんに圧力ライター持ってても当たらねえよって言ってください。いや、そう、ほんまにこの間13万負けてますからね。マジで。いや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 、そういう時もありますからね。僕も今10万ぐらい負けてますから。そういう時もあるんですよ。チェリーさん、北斗かリンゴって言ってください。はい。北斗かリンゴって言ってください。リンゴ。アウトえ、マイナスじゃん、結局当てたけどマイナスじゃん。チェリキチよく当たったな。アニメもやってなかったっけ？アニメ今やってますね。あ、深夜、うん、深夜やってます。あ、じゃあそれちょっと一回見てみようかな、うん。何曜日かちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど、うん。かわいいチェリキチ。池澤やけど中島店長、俺がギフを20代導入したことでなんか話したいことあるらしいな。いや、まあ5台ぐらいでよかったんじゃないですか。攻めますね。この前麻雀綺麗な余り地でコンロをものすごい勢いでブッシュ、
ブシュシュしてたおっさんエラーが起きて確変終わってて笑うと、しんどいエラーですかね。中志純ちゃんアウト。うわマジかよもう。はい、中志負けすぎだな。え嘘。じゃあ13万で。ああ13万、いやもうほんまね、いやちょっとね熱くなった部分がちょっとやっぱありますね。何言ったんですか。あのね、スロットのホークと初打ちで打って、あーなるほどね。でちょっと設定差あるところを若干引いてしまったんで、はい、で折ってそこでゴリゴリ行かれて、はい、ちょっと腹立つなってことで店変えて窓まぎ打って、はいはい、まあボロボロに。なるほどね。圧力ライターって何ですか。圧力ライターがですね、はい、ちょっとあっちゃんがまあ、関東の各店舗に全部あるのかな、ね、はい、に、まあ、ちょっと置いてってくれたものなんですけど、はいすね、まあ、ちょっと今やと紙、え、何やったっけ今、はい、あれですよ、ゴッドっぽい感じ、ゴッドバージョン、ゴッドバージョンね、ロゴでちょっと書いてるようなライターなんで、ねはい、欲しい方はぜひ、機構の横須賀店ね、取りに来てくださいということで、圧力アウト中志アウトです。やばい、やばい、そろそろやばい。あっちゃんにそそのかされてアクエリオンに行ったのが間違いだったか。プリズンスクールは花ちゃん派、千代ちゃん派、それともキヨシ。え、キヨシって男ですけど。どっちあ、僕は花ちゃん、花ちゃんの、はい。俺もライター持って負けてる。関西放送の人たちからは圧力ライターは不幸を呼ぶ、道具扱いされてるからな。プリズンスクールはもう花ちゃんヒロインでいいよ。皆さんは好きなウイスキーは何ですか。自分はグレンフィディックです。ウイスキーは飲まないな。いや僕はあんま飲まないですね。プリズンスクールのブルーレイはモザイク解禁、あ解除だぞ。中志移動しよう。あ大移動。じゃあどうしようかな。キャッツアイ戻る。まあ近くやとさっきストリートファイター。あさっき軽いですからね。でもまあ、あまあまあまあさっきやと77、ルパンで99、うんうん、まあ、中志当たりやすいのがいいと思うよ。え、そんな、そんな離れてる。残り20分ですからね。じゃあちょっとさき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 もらおうかな。さき行きますか。あるんじゃないか。ちょっとさきで、はい、ストリートファイターが見たいです。ああ、じゃあストリートファイターじゃあストリートファイターにしますか。はい、何が熱いのかが分かんないですよね、ST 中が、はい、ST これ ST ですね、うん、あ、そうなんや。あ、こっち、はい、はい、あー当たんない。圧力ライター波が激しすぎる。圧力ライター欲しいんだけど、この間ニュースで放火現場の放火事件の現場に圧力ライター落ちてたらしいからやめとくねって。落ちてないですよ。中志北斗、はい、スロット北斗アウトやばい、やばいっすね。意外ともういい勝負持っていけたんじゃないですか。いや俺多分なもう越してると思うねんな。中志台のスペックをちょっとちょっと待ってくださいね。いや、終わっちゃうか。ストリートファイターがですね、はい、大当たり確率99分の1の、はい、確変突入率 73% の、はい、確変中確率がなんと19分の1と、はい、いうことで、まあ入ってしまえば結構連チャンしてポンポン当たってくんちゃうかな、はい、早いっすね、19分の1。はい、おい結婚したばかりで13万負けて嫁に怒られるんじゃないのか。いや大丈夫です、バレてないはずですね。中志アツルカアウト。中志アマに戻ろう。最近マイホに他人が外すとガッツポーズして当たると聞こえるぐらいの声で嫌味言う人がいてる。それはちょっとひどいな。マナー良くないですね、ちょっと。はい、どちらかがキャッツアイ打ってほしいです。キャッツアイ、まあまあ、じゃあ当たったら移動しましょうか。あ、2人とも打ってる台が変わりましたね。すいません。とりあえず僕終わっちゃいました。はい、ならキャッツ行く。あ、キャッツ行きます。キャッツ行きますか。はい、あと20分でやらかせば俺の勝ちみたいな感じですよね。うん、いやいや、うちのストリートファイターが何かをやらかしてくれるはずやな。はい、ライター欲しい。アズケントモさん怒ると本当は怖いんですか。どうなん、チェリー。え、アズケントモさん怒ったら。いや、そんなこと
いやあんま怒ったのをその見たことがない、はい、見たことがない、チェリー漫画好きなら蒲田放送で池田さんに聞いてみて、あの人漫画買いすぎてカードを止められるくらいだから。うわすごい、そんな好きなんですか。それすごいな。中志、あこれなんだね、ルパン、ストリートファイター、圧力、あー自分は好きなウイスキーは白州、あ俺飲んだそれこの間、白州、うん美味しいよねあれ、この間飲んだ飲んだ、何曜日だっけあれ、日曜日かな。じゃあちょっとキャッツアイに移動するということで、ちょっとカメラ移動します、ね、あ持ってきちゃった。もうチャランと、はい、チャランと当てます。あどうも、何しに来たんす。ちょっと2人仲良く並びでね、並びで打たせていただきます。ちょっと待ってくださいね。じゃあこっちのカメラをセレクションするかな。ただその当てて時短で引き戻したことが一回もないんですよね。あんまいいイメージがない。ないっすね。結構時短あっさりしてるじゃないですか、当たるか当たらないか分かんないみたいな、はい、まあまあまあ、ただ演出がシンプルってのがね、うん、故にいいところはあるんですけどね。まああんまりザワザワされんのも、うん、鬱陶しいっちゃ鬱陶しいかな、うん、これでいいかな。懐かしいですねストリートファイターも、はい、フォーリーチめったに当たらないんですよねストファイ、さっきはコートアリー無双だぞやめとけ。中志は嫁さんになんてプロポーズしたんですか。いやプロポーズってのはしてないですよね。なるほど、なんかそれとない感じで、まあじゃあするみたいな、うん、中志預けに一言、預けに一言、また横須賀ちょっと遊びに来てください。はい、預けアウト。あれこれ結構もう来たんじゃないですか。9回裏結構やばい、もう西満塁からのホームランみたいな、うん、もう下手し、もうすでに逆転されてる可能性が。あ、そういえばね、JR のなんかあの放火のやつ一つ捕まりましたよね。あ、一応ね、あれすごいっすよね、うん、消費電力がどうのこうのみたいな。リスナーさんも含めてアマレジっていくらまでつぎ込みますか。まあ、2万はいかないな多分。どうですか。僕2万までは多分ぶっ込みますね。うん、何の台アマレジ、アマレジ、アマレジ僕5000までですね。5000円 ?5000 円5000円は当たんないよね。でもいやいや、アマデジでしょ、うん、もう1万突っ込むぐらいと僕ライトミドル走ります。まあまあ確かにそうか。中志選手、テルマエが北斗の信頼ディスってたよ。あーまあまあまあ、どうなす、好き嫌いはでもね分かれる台かなってのは、うん、思いますよね。アトクライターは金町のスターバックスの近くに置いといて回収しに行くから、いやいや、あの駅であったら話しかけてください。アーマーは、1万、ストリートライターはまあね、中志預けモッサン2つ言った、あモッサンも言った、アウトー、はい、あらあらこれデッソース、危ない危ない、デンジャー。いやーもうちょっとでデッソース来るたびに人間関係が分かります。それ分かります、ギスギスギスしてくる、はい、ソースのせんのやだですよね。いやほんまでやばい、あれはまあモッサンにお願いしましょう、うん、ソースは。あでもモッサンお願いするとな、チェリキチちょっとは顔を右目でお願いします。右目、はい、あ、はい、あそうですね、はい、はい、春一番58パケットとはいえ連させれてない、やっぱり引きないのかな、弱いっすね、なんか最近僕キャッツはまあ80何パー継続だし爆裂するかもしれないな。中志早は当てないとやべえぞ、中志預けもさんない、ナイスダブルプレー、池澤さんは、Kindle 欲しい、池澤さんの Kindle が欲しいと、あ使ってるやつね、 Kindle で読んでるんですね。あ Kindle、 そうそう、80何パー継続を2回連続するくらったら俺が取ります。私はボンバーしか飲まない、あバーボンしか飲まない、次元と一緒です、オールドブランダットが美味しい、わかんない、全然わからへんな、そのウイスキー、ウイスキーの名前とかわかんないね本当に、あのハイボールの CM しかわかんないです、
はい、チェリー頭邪魔、キャッツアイ ST 突入率30パーだから壁高いよ。いや、頭邪魔なのは中氏、そんなことないでしょ。皆さん仕事中に大失敗をしたこととかありますか。あー、だまあ失敗か、失敗はいっぱいしますけどね、大失敗やと、あーでも一回ね、まだ社員の時に、はい、入れ替えの時に、はい、パチンコ台倒したことありますね。あー、それは使えたんですか。一応使えましたけど、結構ギリギリのところでしたね。なるほど。チェリー、股間が邪魔、プロポーズは一生もののサプライズみたいなもんだぞ、しとけ。中志どん前 NG 追加、中志お水用意、チェリーざまあ私たちはバディだ。あ、これね、一応ねコメントにね追加に入ってたからアウトー。はい、お疲れ様です。え、でもまだ入力されてないじゃないですか。入力されてないけど、今書こうとしてたから追いつかへんから。あー、そういうことですね。そう、まあ当てりゃいいんすよ。下の名前変えないと。ボンバー、NG、あ、了解です。もう先に当てた方が勝ちみたいなもんすよね、多分これ。確かに。はい、緑。あ、それアウトですよ、緑。まあ僕は携帯で追加したんで。ボンバー6号地図、今来ました。春一番って全部 A のタッチが変わったんですね。変わりましたね。ボンバー6号から笑わせない、新たな6号が誕生します。中しいとこ、消防訓練の時消火器使うんですか。消火器、うん、あ、まあまあまあ訓練の時は使いますよ。はい、中しい、チェリキチ早口言葉といえば何ですか。隣の客はよく食う客だ。はい、チェリキチは僕は言えないんですけど、何しか赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマみたいな。はい、ということで柿アウト。ピンポイント、ピンポイントアタックです。そんなことあるか。今日2人してピンポイントアタックが半端ないですね。震えてきたわ。時短引き戻しに自信がないならへその3パー引けばいいよ。 NG の先ほどですね、ギフードどう20代導入は大失敗に入りますか。え、何がギフードどう20代。ああ、もうそれはね大失敗ですよ。俺大丈夫か、次回やるとき。なんで台倒したんですか。ん、なんで台倒したんですか。ああ、ね、なんていうんですか、展示ブロックじゃないけどちょっと下がね、はい、不安定なとこに、あ、置いてしまった、台を置いてしまって、それがちょっとこう自然に倒れてしまったって感じですね。はい、ボンバー6号ライターのもらいくわ。EA キャッツアマの突入率は 41% です。他と比べると戦後乙女3キャッツ百花両乱の順番です。倒した台って何だったんですか。巻き場王かアマデジかなんか、あー、ピンク色の平和やったかな、古い筐体の。はい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 。先読みシステムと新しいボンバーライターください。消火器アウト、中氏アウト、NG ホリの先読み、ボンバー6号さん、新しいライトを作らないとですね。中氏の一番好きなサッカー選手はって誰ですか。サッカー選手やと、まあでもクリスティアーノ・ロナウドですね。チェリキチはもちろんね、チェリキチはねえ、そうですよ。誰好きも何もね、私本田圭介ですから。アウト、本田アウトでーす。伸びしろですね。よし、まあ今のは美味しかったんで許します。ボンロク、巻き場を、だったら問題ないでしょ。巻き場をなら問題ないなら相談にぶっかしてもよかったな。なんか、あ、そういえばボンバーパワフル2の攻略法が発見されてたから横須賀再導入してください。打ち倒しに行きますらしいですよ、チェリー。ボンバーパワフル2、うん、スロットのね。あ、スロット、うん、あれで攻略なんか、なんていうんですか、変則押しでやってると純増 0.6 枚だかなんかの、はいはい、ずっと増え続けるみたいな。え、通常時ですか。いや、なんか通常ボーナス確定してからなのか。あ、ね、引き伸ばすってことですね。なんかそんな感じだったような気がしますね。たまには中氏の孫子がみたいな。孫子、じゃあエンディング、エンディングでやりますか。はい、孫子アウト。もうやんねえよ俺。もうやんねえよ。もうやめよう。はい、そう、マジかよ。もうちょっとあかんな、もう一回気が緩んでしまうと、うん、ポロポロいっちゃうもんすかね。はい、
あれこれ先読み、あ、一瞬で終わるパイプか。NG なくなったね。中シーとチェリキシーの名前入れ替えないと分かる。あー、そうっすね。あ、ダイガか。そうか、こっちがこっちなんですよね。で、こっちがこうなる。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。おい、ドトネジラッシュ。中志、諦めろ、今日はもう勝てないぞ。そんな差出てんすか。天下で、ブッシュシュしたいので景品コーナーに置いといてください。じゃあパチンコカに置いときます、ね、イエーイ。あとね、バーベキューもね、ちょっと。あ、そうそうそう、バーベキュー。あ、そうですよ。チェリーさんか。僕も一日中いますから。はい。あ、ほんまに。ちょっとあの視聴者の皆さん、ぜひね、あのバーベキュー参加されたい方はですね、ご連絡お待ちしております。まあでもチェリキチもね来るし、モッサンも来るかな。モッサンも来るはずですね、はい、僕も参加、はい、中志も参加しますし、もうみんながっつり、うん、本当にあのお時間ある方は一緒にね、ちょっとね、バーベキューしたいな、来てもらいたいですね。来てもらいたいですね、せっかくなんでね。中志は明日も仕事ですか。そうですね、はい。中志は明日いますか。ちょっとね、明日外出なんで、ちょっと店舗には、はい、いい感じですね。はい、明日アウト。俺、極めつけじゃないですか、もう。俺また2週間ぐらい間が空いてしまった。じゃあどっちかブシュシュやってください。あ、テンガの音。じゃあ使い慣れたチェリーで。ああ、いいんすか。僕1回経験ありますからね、はい。いや、なっちゃうねん。なんか違いますよね。やっぱエロマイシュリンじゃないと、そこは。そうですね。蒲田放送で池田さんに中島店長がギフ堂々大量導入したことをディスってたって煽りますね。マリマリも参加しますか。あ、マリマリか。ああ。来てほしいっすね。コムとかも誘いたいですけどね。そうだね。コム、仕事だったような気がするんだよな。あ、ちなみにどうでもいい話なんですけど、はいはい、今日コム誕生日だった。はい、9月16日。マジっすか。コムおめでとう。おめでとう。コムおめでとう。誕生日おめでとう。おめでとう、デスボールゲイン。あれ、これ復活。バーベキューの参加費はいくらぐらいなんですか。5000円です。バーベキュー日程かな。中志はスタート。当たらないチェリキチ。お疲れの MC と今日はどうした。いや、僕今回ちょっとこれチャンスですよ、うん。横須賀店内でバーベキューで、店内はやらないですよ。バーベキューツイッターやってないと参加できない。あ、できますよ、できますよ。関係ないです、関係ないですよ。ただ事前に連絡欲しいんで、あ、これ、はい。まあ、聞こうな横須賀店に電話してバーベキュー行きたいんですけどって言っていただければ、それ自体で僕に来るんで、あかんやつ。それでも大丈夫です。お店に電話して行っていただいても全然平気ですよ。チェリキチ、今日暑い展開来ましたか。あ、今来てます今、うん、これタイマー来てるんで今、はい。ゴム多め。バーベキューに女性スタッフは来るんですか。女性スタッフはどうなんすかね。今のところ予定はない。そうっすね、はい。なんで平塚放送中心になったんですか。まあまあ、いろいろ地域状況の変動ですね。中市明美で行ってミルク。チェリー春江を想像していってミルク。やめてやめてよ本当に。コモおめでとう、おめやめ。バーベキューに平山呼んで千塚湖あたり5000円高くね。なんか業者呼ぶんでね、バーベキューの全部片付けとか設置とか全部やってもらうんでね。千福湖あたり、種なしの方ですね、はい。山って熱くね。キコーナの本社にテルでバーベキュー参加できますか。本社はちょっと知らないんじゃないかな。バーベキューカッパーは、あー、あずけさんどうなんですかね。あ、チェリキチよっしゃー、おめでとうございます。与えました。これとどめだと思います。マジで。あ、頭落とさないわ。バーベキューあずけさん来るんですか。あ、そこら辺ももうモッサンに聞いてみないと僕は分かんないです。放送してよバーベキュー。いや、放送はしないです。池田さん来ないバーベキューに開催意義はあるんですか。すごいっすね。すげえ大好きですね。それニコ生で言ってあげてほしいですね。俺男でも大丈夫だよ、美味しく食べるよ、チェリー多め。時短で当てれば、中志諦めろ、俺たちはバディだ。
二人ともアウト。あ、あれですよ、今の僕のつけにしといてもらって大丈夫です。あ、本当ですか、はい、僕のつけにしといてもらって大丈夫です。今のスーパーひとし君的なやつで5ポイントつけました。それじゃもう多分僕心折れちゃうやつです、うん。大阪また2店舗増える予定あるみたいだけど、関東はどうですか。あ、どうなんですかね。まあちょっとまだ分かんないですね。あ、バイブしたけど、あ、ないから、ね、あ、ダメだった。何やねん、ボタンバイブしたんすよ今。今の3ポイントや。トツカーニャのお二人は来ますか。トツカーニャのお二人はちょっと来れないですね。その夜ニコ生があるんでちょっと厳しいですね。女いるなら行くわ。そういえば中志は池田さんから新幹線内で何を教わったんですか。なんでそんなプライベートなんでそんな細かいとこまで知ってんの。いや、まあまあちょっといろいろ、まあね、お店の管理の方法とかっていうのをちょっといろいろ、まあ意見いただきましたね。なるほど。キャッツ右打ちで赤保留出たら当確なんだよね。赤酒海来ましたよ。え、赤酒海でした今。うん、ほんまかい。はいはい、カモン、イエス。あ、おめでとうございます。イエーイ、キャッツアイ。全然調子良くなってきた、フェリー。腹立つわ。待ちわきらめくパッションフーセス。平塚からは誰か来ますか。ちょっと分かんないですね。バーベキューで天下の実演販売ありますか。いや、さすがにストリートファイターどこに置いてんの。探しても見つからないんだが。誰が、ストリートファイターですか。はい、1円ですね、ここ1円の、はい、入り口の近くに。はい、愛知にもキックオーナー作ってほしいな。あ、ね、愛知、まあ、パチンコ店いっぱいありますからね。そうですよね。中志、時間ないよ。やばい。やっぱり池田さんは頼りになりますか。いや、まあもういっぱいね、貴重なこと教えてもらうことは多いですよ、やっぱり。あれ、キャッツの甘って簡単ですよ。あ、簡単ですね。チェリキチ会ってみたい、会いに来てください。おい、会いに来てください。なんで東海地方と花々とか置き時の設置が多いんですか。まあ、地域性ですね、多分それは。80ナンパー継続に突入したし、 逆転展開か。ストリートファイターはもう古いからね。中島、人生が終わるまでの間に天下を使うと思いますか。いやー、もうないんじゃないですかね。チェリキチ、もしかしたらバーベキューに女性リスナー来ちゃうかもよ。たまんないっすよね。あとバーベキュー終わってそのままトツカーに配信するんですか。そうですね、圧力あってみたい。圧力あってみたい、会ったことあるでしょ。石川県にもないな。もう勝負ありだな。チェリキチ、巻きを休みって言って、巻きをおやす、え、巻きをおやすみ、休み、僕、わかんない。梅原です、チェリキさん、命をかけて僕とストリートファイター2で勝負しませんか。命をかけてですか、うん、僕やったことないですよね。あ、やばい、すごい人からコメントが入ってることを今気づいてる。梅原さんね、いや、世界、わかんない、世界の、世界1位、うん、世界1位、ワールドランキングナンバーワン。 それと命をかけての無理無理無理。どんなだけ不利な戦いしなきゃいけないですか僕。新しい銀パラがびっくりするほど面白くなかったんだけどどう思いますか。あー、ちょっと銀パラ打ってないんですよね。北陸打ってみましょう。あー、いいね。この前中志が池田のやつ調子乗っとんない、いつか追い抜いてやるわって言ってたよ。パイオニアは大阪の会社なのに大阪は、ね、根付かなかったね。そうだね、キャット当たったな。ストリートファイターの方がダメだな、こんな当たらないもんなのか。マキお休みじゃないですか。マキさんって方がチェリーにお休みなさいって言ってほしかったんでしょ。なるほど、だそうですよ。やっと保留の色がついにここへ来て、あ、緑、まあ、僕もね、苗字小牧っていうんでね、うん、ちょっと巻きつながりで、はい、うわ、よえ、牧さん、おやすみ。中志、いつになったらドンマイ中吉入りますか。ドンマイ中吉懐かしい、足んないっすよ。キャッツオーバーニュースした時ににゃおんって言うんだね。バーベキューはいつまで参加希望をすればいいですか。できれば多分明日中には多分締め切っちゃうんですけど、もしあの急遽でも来たいという方がいらっしゃれば、私の個人的なツイッターに連絡いただければなんとかします。マキオじゃなくてマキお休みじゃね。中志、愛してるよって言って。愛してるよ。こっちみんな、ミチ今日も頑張ってるわね。あ、お母さん、って本当に、かっこいいね。ということで終了なんですが、がテリキチが当たってるので、まさか、まあ、ST
いやいや、僕も30回転ぐらいしかないよ。対決イエーイ。ちょっと、ケリーはこっから待ってください、僕はもう真面目に打ちますから、ここからもっと、もっと真面目に打ちますから頼む、当たって次につなげなきゃ意味ないです、はい、まあね、NG ワードの方はもう中C の負けということで、あ、まあ第一の罰ゲームは決まってしまったんですが、あれこれもダブってやる感じ、まあ、ここからは恒例の ST 駆け抜けバトルということでね、昨日もやってましたけれども、これで抜けた人が罰ゲームをやるということで、まずはテリキチからスタートして ST 抜けた人が罰ゲームをやるということでやっていきたいと思いますんで、テリキチお願いします。いやマジで当たんないあ、ここで抜けたら、抜けたらチャリキチー罰ゲームだからね。いや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 、はい、もう抜けるやん。中氏の罰ゲームって何ですか。デスオスです、ここで人間の汚い部分が見られる時間枠ですね。あ、小当たり、これお店、店で放送してるんです。そうですよ、飛行内横須賀店の中で放送しております。デスオを口に含みながらタイキックね。80ナンパー継続だと約 8.8 年くらいか。そうです、中村おにぎりからもう5000円くすねるんですか。はい、ワイチェリキチ大好き、パチパチパチ、おやすみ。汚い、さすが大人汚い。いや汚くないですよね、全然ね。いやもうね、87% 継続ありますから。うわやばいやばい、やばい、ない放送、あと10回転しかない。まずいよ、まずいまずいまずい。なんだ、もう企画だ、俺もええとこやね。本当だよ、うわこれマジラストチャンスじゃない、ラストチャンス。はい、よーし、わーし、わーどけ、そらおい、見たかこれ、見たかこれが俺の実力だよ。いやもうむしろ80何パーある時点で当たり前や、もうこんなん続いて。うわ今めっちゃ嬉しかった今。じゃあチェリキちょっと準備を、罰ゲーム。あー分かりました、はい、お願いします。ねえ皆さん、いつも僕が食ってる絵は飽きたでしょ。いや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 、ね、たまにはまたやっぱね、店長にもやっぱ食ってもらわないと、ね、いやいや俺結構食ってるよ出るたびいやむしろもうもっちゃんが食ってない。あ、もっちゃん呼んできますか。うん、呼んできてください。バーベキュー、人集まったんですか。まあ全然少ないんで本当にね、ちょっとまずいね、まあ、もっといっぱい来て、もっと楽しくバイバイやりたいから、ぜひあんまり本当に少ないんで来てください。バーベキュー何人ぐらい、多分10人ぐらいじゃないですかね今んとこ。バーベキュー行きたいけど遠い、チェリキチン会いたい。いや遠いか遠いか、うん、でもそれはどうしようもないからな。中氏大口叩きすぎ、そして中氏は外れる。モッサンはロシアに呼ぼうぜ。この次は届くな。バーベキューどこでやるんですか。横須賀気候の横須賀店の目の前にあるですね、海風公園というところでやります。みんな意外と敬遠してるんだろうな、ね。そういえばきしめのタイキックもどきが何度見かしてもらえる。あね、足届かないやつね。中氏さん終わらせないでくださいね。いや任せてください。はい、横須賀遠いな。いや遠い、僕もね来ますからね。俺もバーベキュー行きたいけど遠い。遠いか、どこでやったら近いのかな。でも難しいよな場所をね。中おい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。中氏の嫁も来ますか。いや嫁はさすがに来ないですね。はい、バーベキュー圧力がいるなら行かないよ。あーなるほど、僕来ますよ残念ながら。中氏当たりだな。江東区にバーベキューできるとこあるでしょ。あーまあそういうところもありですよね。あ、じゃあ僕行きますか。じゃあ次僕行きますね。はい、いやーよかったよかった。コメントをちょっとね拾っておいてもらって。はーい、あちょっとマイク、あ中氏その2段目にあるそのなんかミキサーの2番をポチッと入れて。2番をポチッと。あ入った、すげえ、はい、オッケー、はい、ただ今回の罰ゲームのラスクすいません1枚しか。あ、なるほど、じゃあ口移しでいいんじゃないですか。ないんで、本当に負けた人が。じゃあもうそれ負けたやつで。あ、はい、なんだ、はい、それ俺の方でじゃん。ちょっと待って、いやいや、これ中島店長のやつだ4回転ですもん。はい、まあまあ、そういう運を持ってたってことですね。そう、回ってきちゃった、早いよ。あ、バーベキュー何日やるんですかと。24日ですね、ちょうど12時です、ね、はい、お昼の12時なんで、まあ、そこから3時間4時間ぐらいやりますの です、ね、本当にお気軽にね来ていただければいいかなと。あ、なんだこれボタン押して、ああそういうことで、ラウンド継続ですね。びっくりするわ、保留連か思った、保留連かと思いました僕も。チェリーモッサンは
おっさんちょっとまだ仕事終わってない、終わってないですね、はい、多分残念ですね。中瀬の嫁に会いたかった。あ、まあちょっと聞いてみますね。春江が来るなら行きたい。アツルクライターで肉屋くんですか。あ、そうですね。アツルクロ君にも会いたいから行きたいんだけどな。来てくださいぜひ。まあ絆、装置があるからね。チェリー頑張って。アツルクはいつ見てもモコミチそっくりだな。ね、本当だよね。クラッカー1枚しかないなら NG ワードで負けた中瀬にぜひ。あっちゃんはカメラともども今日はグダグダだから罰ゲーム受ける資格はあるな。昨日みたいに当たったらドヤ顔で昨日めっちゃドヤ顔してた、じゅんちゃんが。あ、めっちゃ面白かっためっちゃ面白かった昨日。いや結構比較的当たるとすぐドヤ顔しますね。ドヤ顔しますね、うん。もうキャッツアマだし、しぶりしぶりになったわ。導入週間で、なるほどね。あっちゃん820820、遅刻しました、こんばんは。こんばんは、どうも。中瀬お願いなんだけど、バーベキューの時、はいはい、駐車場お借りしてもいいですか。そうですね、まあバーベキューやってる間ぐらいであれば、はい、まあ店舗を止めていただいても構わないですよ。はい、あ、大丈夫です、大丈夫です。佐藤さんも来ますか。佐藤さんは来ないでしょ、うん。お豆ちゃん来ますか。あ、豆柴店長どうすかね、連絡してみますね。そうですね、うん、ちょっと関東店長には一度連絡して聞いてみますね。そうですね、聞いといてね、中志。はい、了解です。息子の誕生日やん、愛知から行こうと思ったけど行けない。ああ、息子の誕生日はちょっとあれだよ ね、まあ、それはね、大事だよね、息子さんをね、祝ってあげてほしい。はい、ありがとうございます。あー、気持ちいい、超気持ちいい、展開早いね、超気持ちいい、サクサクいくね、超気持ちいい。おっしゃ、任してくれ。横須賀店に違法駐車したら即撤去されますか。いや大丈夫ですよ、バーベキュー目的は、ね、うん、はい、はい、本当にあの来れる方ぜひ。そうですね、来ていただきたいですね、はい。まあ、1回目の開催なんでね、ちょっとグダグダするかもしれませんけれども、まあ、みんなで楽しくね、あのできればいいかなと思ってますん で雨だったら中止なので、それだけはちょっと天候だけは ね、はい。チェリーのお母さん来るなら行きたいわ。さすがにお母さん呼べないかな。いや、俺が声かける、うん。バーベキューに AV 女優、来るなら行く。男優店長のコネならなんとか呼べる。あ、純ちゃんね。リアル鬼ごっこの佐藤さんなら来るってよ。カルビーばっか食べて怒られませんか。怒らないですよ。なんか一人ね、350g ぐらいあるみたいな、お肉の量は。結構多いっすね。結構多いと350やったら。まみしま元気か。ジュースある。あ、ジュース全然買ってきます僕が。私もアマデジなら5000までだと思う。1万だとライトミドル、3万ならマックス。ああ、中心に似てんじゃないかなこれね。ああ、そうですね、僕はまあ5000円でやめますね、はい。久子来るかな。大阪からは来ないでしょ。来たかったな、バーベキュー大阪でもやってください。うちらが大阪でやっても誰やねんって言われるからね確かにそうですね確かにお前ら誰やねんって言われるよ。単勝にん先にネギ乗せたら怒られますか。あ、もうそれはね、うん、許せないですね。バーベキューの日、誕生日ですが3人の誰かがバーベキュー代払ってくれますか。あ、ガチの誕生日ですか。あ、マジなやつ、ま、マジなやつだったら僕払ってあげますよ。おっしゃー、みんなで証明するもの持ってきてくれたら、ね、そう、みんなで出しますよ、みんなで。俺は3キロくらい食うからな、食いすぎだよ3キロはすごい。魚もあるんです。魚は多分ついてない。ナマズも焼くんですか。当たったけど、息子20歳の誕生日だから祝わなくてもいいかな。いや、まあでもやっぱいつになっても祝われるのは嬉しいですよ。そうですね。次俺、あちゃん当たってない。あ、俺終わってる、終わってる。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、はい。さあさあ、まあでも 87% ありますからね。これ結構続く。どうしようこれ。多分ラッチャンで終わると思うんだよな。またまたそういうこと言わない。ラッチャンで終わると思うんだよな。そういうこと言わない。あ、NG がない。ちょっとね、今もう継続バトルというか終わらせた人が負け。そうですね、 NG は一旦終了で感じになってますね。はい。メンマもありますか。まああっちゃんが持ってくる。メンマも用意しますよ。あっちゃん投げつけてくると思います。はい、投げつけますから、焼きメンマ。焼きメンマ熱い。焼きメンマは熱い。焼きメンマ投げつけてやります。絶対結構危ない、中村焼きおにぎり、うん。そうですね、もう焼かれてやる。あ、いいんじゃない。あ、酒も入ってる。いいんじゃない。やばいやばい。これは、あ、いや、これはない、これはない。あー、展開が早いな。すげー早い。もう回ってくんのか俺に。
平均連チャン 8.8 らしいですよ。 8.8 今何連？今9連です。9連うわー、あれ終わりそうだな。アトロカチェリー抜けたら中シート口移し、どういうことで、明るいが変わって、バーベキューでおにぎりいじってみたいな、来てください、ぜひね、おにぎりも来ますから。バーベキューの時、アトロクの焼き溶けたパフォーマンスは何時からですか？開示じゃないか。アトロク頑張って、はい、当てました。確定じゃねえよ。あ、確定ではないんだね、あれはね。ちょっとわかんないね、確定演出が。結構続いてるね、これ9連9連です、うん、うわー、まあ、J 玉も3連発ぐらい、うん、うわー、すげえな。あ、これあっちゃんのやつだ。なんだ、さっきからあっちゃんのやつだあっちゃんのやつだよ。いや、外れてばいいんだもん。よーい、早い。いや、もう何のドヤ顔やねん、どけどけどけ。僕引いてないからな、これ一発来た。20人くらいですか。20人も多分行かないと思うんでね。金髪瞳足、俺もチェリーをいじってみたいな、もうそういう方はぜひぜひ。そうですよ、来ないといじれないですから。あのお店だとあえても職務中なんでね、基本的に。そうですね、まあ、時間がずっとこう話せるかっていうと、やっぱどうしてもお客さん来てますからね。そうそう、来週は早く寝るから配信見れないや、許して。あ、そうですね、あのバーベキューに備えてね。そうですね、横須賀はどこの店員がでも安心しておもろいの。あ、どの店員が出てもか。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。なんですか、厚みがあるっていうんですか、よくあの野球とかであるじゃないですか。あ、ベンチ控えもスタメンが強いみたいな、厚いみたいな、うん。中市の家教えてよ、バーベキューのバーベキュー中嫁と遊んでくるから。いや、おかしい。ちゃんとバーベキュー来てください。横須賀はこれね、バーベキュー、夜勤明けなんだよな。あ、ぜひ来てください、本当にね。なかなか多分こういう機会作れないんで、本当に皆さんあの仕事とかあったりするんでね。だから多分あの開催がね、しかもバーベキューとなると冬はできなかったりとか、いろいろ条件がね、あんま整わないとできないんで、ぜひこの機会にね、来てください。バーベキュー特定の点がプレゼントはありますか。あ、ちょっとね、エロ前さんに聞いてみます、ね。はい、層が厚い一方、戸塚は層が薄い。いや、そんなことないですよ、ニコラスいるしね。それなりにどこの店もいますよね、印象的なキャラクターはね。いや、これ変動長、あれこれ終わりますよ、多分。え、これ終わるんちゃいますか。あと何回転あと何回転。いや、まだ48残ってるで。 48？ いや、なんでもう48しかないです。なんやねん、やかましいな、ちょっと見とけ。マジで行きたいけど遠いわーと。あー、何県ですか。テルマイ使用済みサイン入り店が、バーベキューツイキャスは、ツイキャスくらいだったらできるかもしれないですけど、多分やんないですね。チェリキチ37歳のバツイチ子供2人、はい、先ほど息子の誕生日って言ったおばさんだけど、会ったら抱きしめてくれますか。いや、マジか。まあ、お相手はいないってわけですもんね。はい、37歳で、おいし、はい、おめでとうございます。37歳で20歳の誕生日ってことは、だいぶお若くして生まれたってことじゃないですか。その息子さんか娘さんがもう20歳の誕生日。お、すごくないですか、37で20歳で、ね、僕と2個違いですからね。ね、中市ドヤ顔ってきてます。いや、もうね、あんだけ言われるとやっぱりドヤ顔の一つも出ますよ。時期的に台風とか不運ないといいねって。そうなんですよ、あ、今ね、まあでもなんか今日見てる限りだと逸れてきそうな感じですけどね、台風も、うん。俺45歳マサオだけど抱きしめてもらえますか。それはもうね、お酒も飲むんじゃないですか。そうですね、僕なんでもう危ない限り、危なくない限りは何でもするじゃないですか、うん。え、嘘、また。あー、いや、そらね、人の保留でガンガン当てられへんから。そうですよね、僕も先やってらないっすよ。あっちゃんにやってもらったからな。俺だけそんなサービス的な。あ、僕の後、あれがないの。僕の後ちゃんとやってくれる。お、あ、これ、え、あ、これは当たる。これは来たでしょ。これは当たるわ。あ、金髪だもん、ほら。これ当たるわ。つかも当たりじゃねえの。これ当たりでしょ。はい、ありがとうございます。早い、順番が早い。あ、さっきの方ですかね。はい、20歳で産みました。2人目も卒業でいます。そうなんだ。あ、だいぶ若くしてる方ですね。今
3時45分からサッカー見るからそれまで延長してと、ちょっとね、それまで続けばいいけどね。45歳、マサオです。若い女が欲しいんで、嫁ください。嫁くださいか。あげないでしょ。次あったんでしょ。あ、僕打ちましたよ、もう。中志37歳、男69してもらう。ちょっとね、プロの方にお願いして、無理いただければいいかなと。そんなバーベキューの人集まらないなら、堀北真希の事務所にも誘いのメール送っといてよ。確か、桐谷美玲もいたし。はいですか。会いたいな、桐谷美玲。会いたいっすね。流れは悪くないわ。流れは悪くないって言われたから大丈夫だな。バーベキュー行けないから雨乞いしよう。あったと抜けろ。バーベキューに来る店員さん分かってるだけ教えてください。分かってるだけか。テレキチ中志もっさん。中志もっさん。まあ確定はそれぐらいですかね。うん、まあちょっと今休みの社員とスタッフにも声をかけている、ね、状況ですので、ね。はい。これ当たんじゃねえかな。早いなぁ。これで17連キャッツ。そんな言ってる。キャッツ当たー。17連13ですね。13か。いやそれでもすごいなぁ。アバデジでもう5000発いくで。子供店長、マジ子供店長。私16だけどチェリー抱いて。天下は16? 天下、テルマイ主任は来ますか。今日は休みかな。はい、いる。じゃあバーベキュー来る。あ、バーベキューどうなんですかね。その辺一応遅番なんで午前中来れるかどうかって感じですね。そうですね。高橋店長来ないですか。高橋店長多分来ないかな。ちょっとね忙しいかなっていうようなことをおっしゃってましたね。はい、マジ一目でいいから嫁も見てみたい。甘いなこの台。20じゃなかった17でした。高校の時に産みました。おいし、おい、早い。5回転またまたサービスしてて早い。なんすかこのリレー方式、終わんないんじゃないですかこれ。いやこれはもう3時45分までいっちゃうやつですかね。ありえるありえる。万発超えますからね。16ラウンドまだ来てないっすかってことで、まだ最大7ラウンドですかね。 あ、20じゃなかったって来てますよ、さっきの37歳の女性。あ、17でした。17でした。めちゃくちゃ早いです。でも高校生の時っすよだって、うん。キャッツ各編長はラウンド振り分けどんななのって言ってるんですけどね。ラウンド振り分けはちょっと見ますね。あっちゃん、こっちじゃねえ。チェリーの母に会いたいってね。うちの親も美容室やってるんでね、お店来てください。そうですね、キャットアイラウンド振り分け電柱が15ラウンド 5%、 10ラウンド 4%、 7ラウンドが 4% の4ラウンド 77%、 1ラウンドが 10% ですね。1ラウンド 10% もあるんですね。すごくないってことですげえ続いてますからね。これは10ラウンド今いってるんですね。ああまあまあ薄いところを引いてる感じです。おいやいや、中志の奥様は関係ないじゃん、かわいそうだからしつこくねやめましょう。すごい人とかすごい真面目でいい方が多分皆さんも冗談でね多分書いてくれてると思うんで。12時からだよねって、参加なら何時に行けばいいですかって来てますよ。まあ、三風公園に。そうなんですね。三風公園に昼、まあ、ぐらいに、はい、はい、まあ、15分前ぐらいには、なんか多分誰かしら。そうですよね。僕、場所取りで先行ってますから、大体。あれっすもんね、業者の方が最初にやってくれるんですもんね。おいーらら、はい、早いな、また、7回転、はい、すごいな。終わんないな、これ。終わんない。終わんない。終わんないけど、1回も早いからね。そうやね、うん、すごいな、これ。いや、すげえ。いや、すごいですね、うん。あれ、キャッツさん、まあ、こんなのかったっけと、まあ、爆発力はね。でも、140回当たってる台あったってね、コメントにもありましたから。もう140連ぐらいいっちゃうんじゃないですか。うん、もう終わんない。今日帰れねえな。今日帰れないよ、これ。今、一応、15連チャンですね、都合。ね、これからが本番ですよ。場所はすぐ分かりますかと。そうですね、キコーナの横須賀店来てもらえれば、はい、もうすぐに海側に公園ありますので、うん、はい、こちらになりますね。はい、もう現地でいいんじゃないですか。来れる人来てください。当日なんとかします。なんとかします。なんとかします。バーベキューは酒パワーの企画ですか、横須賀の企画ですか。酒パワーですよ。
まあだから一緒にみんなでやろうよ、まあワイワイ、ね、そう楽しくできれば嬉しいですね。はい、赤堀来たでしょ。いやこれ外したらこれスルー、これ外したら俺は終わる。よーしよ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 し、これでデスソースからまた僕は一つ離れましたね。そうだね、早いな。また昨日55連してる人いた、レスリング部の友人80人ぐらい連れていきますね。それは勘弁してください。公園は釣り禁止ですか？釣りしてるよね。あ、してる人いますよ、多分、ね、多分大丈夫だと思いますね。まあ場所次第なんかね。そうですね、多分防波堤とか行っちゃうと危ないんで、うん、やばいと思いますけど。腹ボテで高校卒業しましたよ。あ、そうなんだね。赤堀はマジで確定です。小当たりでレインボーだから確定だよ。ね、ここいらへんで終わるんでしょうね、中市。ラグビー部100人連れていきます。食材足りなくなれば店長が自腹でスーパー走れば OK。 スーパー近くにあるんで、近くあるんでね、そう買います、買います。最悪いろいろこうやります。キャッツは回数で稼ぐ台だからね。あ、まあ、そうですね。まあでもこんな続くのは珍しいですね、さすがに。明日前方で打ってもこんなにならないでしょう。それは分かんないですよ。キャッツ楽しそうだな、優しいリスナーさん。実際キャッツ時短と ST 楽しいと思う。あっ、それから6時から場所取りしててください。はい、あれキャッツ、あんまこんな甘かったっけ。超出玉の継続率高いアマは連チャンすると本当楽しいよね。こんなに続くならダンバインアマも楽しみ。ああ確かに、うん。今度キャッツアマと009アマで勝負してほしい。ここから140で中野おにぎりさん MC のにわにわテレビ面白かった。あ、そうですか、よかったですね。15年で6000発ですか。そうですね、大体それぐらいですよね。すごいですよね、うん、あれ、これ中は流れ悪くないですか。なんか俺の時にそうやって終わらそうとするコメントというか、あれやめてくれる。15ラウンド引いてないからストーリーが全然進行してないなあ。そうですね、まあ、5% ですからね。今日から断食してバーベキューに備えます。バーベキュー打ち上げ花火やっちゃおうぜ。マッピルマにダメですよ、マッピルマはね。マッピルマはそうですね、はい。店舗でもバーベキューって告知してるんですか。店舗ではしてないですね。そうですね、中市頑張ってね。女の子は来ないの。まあ、どうですかね、どうですかねぐらいね。終わりそう。めっちゃこれ引くやん。小当たり。鎌田店だと毎日20連以上してたよ。初日朝一2回転で38連してた。ボンバー6は会いたいけど諸事情で行けないから今度飲み行きましょう。ああ了解です。中市で落ちそうだな。チェリーどのみち絆システムで発動するんだから。金も待機されてる。でも先読み3回2回か、まあ、1個しかないんですよね、うん、クラッカーが。あーこれやばいかもな。あれソロステージは当たった。レインボーだ。おっしゃー、はい、おめでとうございます。あーぶねー。いやー32回転、ちょっと時間かかったな。いやークソ当たっちまったってきちゃった。おおじゃ、俺に優しくしてくれる感じのチェットがね、みんなアンチ泣かしいですね、みんな。いやでもね、続きすぎっていうのも多分あるんすよ。いつ終わるのよって来てますよ。いやもうね、結構引っ張ってますからね。いやもうね、終わらせましょう、あっちゃんで。そうですね。いや僕じゃ終わらないです。あ、じゃあ吉江さん来るんですか。吉江さんは今日程調整してもらってますよ。ああ、じゃあ来れるかもしれないですね。日本海教師は来ないのって来てます。日本海教師来ますよ。おお、皆さん、あの滑舌悪いの聞けますよ、僕みたいに。あらららららっつって、めっちゃ滑舌悪いんですよ、うん、いやまあまあ、教師は確かに聞き取りづらい。これをえああ、ダメだったのか。ああ、びっくりした。なんか全回転でもするかも。これ多分あっちゃんで終わると思う。でも上の表示21位になってますよ。え、いや多分あれちゃいます。なんていう、1ラウンドかけみたいな。あ、1ラウンドみたいな。30玉ぐらい取れる。小当たりもカウントするから。今引いてる。あれ、これどういうあれで上がんねん。いや、小当たりで上がんないはずっすよ。まあでも今21なって。まあでも多分液晶、あ、でも上がってんのかな、小当たりで。これいやだから1ラウンドは見た目で分からへんのやつだろ。セグもなかったんで1ラウンド分かんないのかもしれないですね。小当たりか1ラウンドか分かんないようになってるのかもしれない、うん、でもこれ多分あっちゃピンチですね。1ラウンドは一度も引いてないですよーって言ってますね。あ、ノワール、あ、あの女の敵と戦う時が1ラウンドか。確かあれ勝つと15ラウンドじゃなかったっけ。あ、そうなんや。はい、あ、そうか、 V 入賞するから分かるのか。あ、そうか、 V 格やもんな。そうっすね。さあ、今まで11回転まだ全然か。珍しいな、関西より放送してるぞって来てますよ。ああ、ST 抜け対決してるんでね。そうですね、ちょっとエンドレスですよ、これ。はい、やっぱりキャッツアイのこの魅力をですね、
伝えたいんですよ。これまた小当たり、これ小当たり、小当たりか。これ文字レインボーだったらこの後当たるらしいですよ。なるほど。さっき僕レインボーだったんで。あ、でも確かに俺も10でレインボー出てきたな。え、残り50、小当たり。やばいんじゃないかこれ。全然やばくない。いやちょっとやばい匂いがしてきた。やばい匂いプンプンしてますよね。だってあっちゃんさっきまでずっと早く当たってたんで。早かったね。それがハマり始めたってことは、いやいやそんなことこれはありますよ。おや、圧力に不穏な影が。いや怪しいですねこれ。大丈夫、ね、だからあっちゃんに男は来るなって言われたんで釣りしながら眺めてます。いや参加してください。誰も言ってないですから、参加してください。バーベキューでサソリエアコーゼってサソリダメですよ。やだよ、関西放送にお任せしますよ、うん、ロシアンですよそれも、うん、で45歳立花さんかな、うん、ですがチェリーのチェリーもらえます、まあ、とりあえずバーベキュー来てください。はいはい、圧力来たかとかって、おや圧力に不死こんな影が。その音は、その音は熱い、長押し来い来い。その音は熱いよ。弱えよ。あーあーこれは流れ終わったな。いや大丈夫大丈夫、まだ30、終わった、終わった、これ38回じゃん。え、バーベキュー 98% いけないけど、いけるなら彼女と、うん、そのギャル、ギャル友達、はい、数人を連れて行きたかった。早く連れてきて、連れてきて、圧力とか気候なの人たちとバーベキューとか超面白そうだしと、連れてきてくれ。いやちょっとね、それね、来てもらいたい、来てもらいたいですね、うんうん。もうとりあえずね、もうちょっとやっぱみんなで大大人数でワイワイ、そうそうやりたいからね、やる感じがね、やっぱバーベキューは楽しいんでね、うん、そうあのバーベキューではチェリキチの丸焼きありますかってあるわけないでしょ。だからもう準備させてもらいます。僕すっぱだかで海岸出なきゃいけないじゃないですか。これ ST 中何分の1ですか。39やったかな。39、ね、あ、いや、35ですね。35分の1。これやばい、あっちゃんはやばいよ、多分。あと、あと何回ですか。あと20回。これやばいんじゃないの。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、俺は信じてるから。ほらほらほら、なんか光ってんの、光ってんのいっぱいあるもん。いやいや、もう僕、それでさっきダメでしたよ。いやいやいや、大丈夫、大丈夫。変われ、色、色変われ。え、さあ始めようって言われたよ。中志、本当にズラ部長は本当にズラなんだ。いやーこれは真偽定かだね。もう誰も触れてはいけない。これあれですね。やべえ、残り13。あーこれあっちゃん来たな。もうやばいよ、もう当てて当ててねえ。着火剤をボンバー6号使うと思ったんですか。おーね、バーベキューどうせ MC と店員が盛り上がるだけでしょって。いやいや、皆さんも一緒に盛り上がりますよ。だって目的が皆さんと一緒にやろうってやつですから。そう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 、ね、皆さん来ないだろうね、うん、やってもしゃあないみたいな。そうです ね、 ですからね。普段の飲み会と一緒ですよ、ね、はい、それだと。そうですよね、確かに普段で飲み会やってますから。そうそう、圧力、あ、あれ、あと6回転、やばい、やばい、やばい、いや、マジで面白い展開だ、これ。やばい、お、あ、お、これラストチャンス、ラストチャンス、ラストチャンス、うわぁ、やったー、よし、まだ、まだ試合はさ、諦めちゃいけない。よし、準備しよう。これは来ました。もうやめて、勝った勝った。はい、もうレッスン、レッスン行こう、レッスン行こう。ラスト、みんなからザマーって来てますから。はい、お疲れ。実力ですよ、実力。おかしいな、この店なんかやってるな。この店何かやってるぞ。この店なんかやってるぞ。やってないよな、もう。じゃあエンディングいきましょうか、みんなからざまーってきてます。昨日も俺終わらせたしな。あ、チェリーこっちちゃう。そう、あ、そっち、うん、いやーった、いや、よかったよかった。あのね、素晴らしい。素晴らしくないよ、素晴らしいね。いや、でもまあ、いい放送やったんじゃないですか。いい放送でしょ、相当ね。だって僕らが、ね、罰ゲームしないんですか。珍しいっすよ。確かに放送外しちゃう。クラッカー1枚しかないんで、絆システムとか今回ないんですよね、うん、放送初の一人罰ゲーム、はい、しかもやるのは MC って MC のあちゃんがやる。え、ちょっと待って、ちょっと待って。 NG の罰ゲームがあるって。いや、でもそれはもうクラッカー1枚しかない。あ、まあ、どっちしろ僕触れてないんでね。ね、
おかしいな、俺だけ罰ゲームっておかしくない？おかしくない？いやいや、いや待って、思ったんだけど、うん、あっちゃん言い出しっぺあっちゃん言い出しっぺっていう。え？言い出しっぺ？言い出しっぺ、あっちゃん。いや俺そんな日本語知らない言い出しっぺって日本語。じゃあもうじゃんけん。え？でもおかしくなってくるから。あ、まあそうっすね。俺はやるけど、中島もやるんだよ。じゃあ俺タイキックでも。タイキックがいいんですか？いや、なんどっちもいいよ。ガチですよ。いやガチ、それはもうチェリーに絶対やめた方がいい。いやチェリー。それこそあの皆さん人間関係がギスギスするんで。人間関係がギスギスするからね。僕多分あの、うん、石田店長。じゃあなんかないんですか？なんかじゃあクラッカーのデスソースやっていいですよ。え、あっちゃんは？僕はあの見てますから。いやどういうことだよ、おかしいじゃあクラッカー半分こでいいんじゃないですか？クラッカー半分ずつにして食べましょうか。じゃあ、はい、あ、まあまあまあ、はい、デスソースじゃあ準備してもらっていいですか？モッサン呼んでくるんでね、あのデスソース乗せんなのモッサン。いやおかしい、待ておかしい絶対やばいからすぐにちょっとこう、いい感じになっちゃうから。じゃあのデスソースね、ちょっとやりましょう。いや、お互いに塗ればいいんじゃないですか、辛さお互いに決めて。ああ、なるほどね。か、僕が目隠しして選ぶから。なるほどね。いや、というかもうチェリーにやってもらったらいいんじゃない？やっぱこう、勝者の。いや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 。勝者のやっぱなんていう、特権的なところ。いやいや、ああ、確かに。絶対いらない。いつも言うて、こら食わされてるから、こういう時じゃないとなかなか。いや、こういう時だから食べたくないんですよ。はい、え、いや、ちゃう。だから、俺らの分を。そう、かけたらいい。そうそうそう。ああ、辛さも量も。かけたらいいよ。いや、辛さも量も、辛さは、目隠しして決めましょう。あ、ランダムでもええよ。じゃあ、はい、ランダムで決めましょう、やっぱ。じゃあ、中氏引いて、で、それを割ってください。中氏が、だから、デスソースの、あの、あれを引いて、それを、で、パリって割って半分ずつ食べます。ああ、もうクラッカー割ってる。はいはい。うわ、もうほんま。はい、もうマジシャッフルしてるんで。絆システム。あ、3枚に割ってほしいと。3枚、せっかくだから、絆システム発動してくれと。3枚か、ちょっと。いや、おかしくない？おかしくないかい？手が滑って3枚に割ってください。手が滑っても3枚に。ちょーっと。じゃあもう一番辛くないのにしましょう、これ。いやいやいや、もうそれはもう。そこはガチで。そこはもうガチで。ガチでいこう。ガチでいこう。頼む、お願い。多分ここだったら一番引かねえだろ、一番辛いの。皆さん一応できるだけラベル見せるようにするんですけど。はい、あー、ベルハベッキー5000円高いか。まあでも、ね。お願いしまーす。一応まあ、一番左やってますね。うん。え、どれ？こいつから一番左です。なんで、右に3本あります。もう1本あります。3本？もう1本あります。こっちにある。はい。ここから、1、2、3、4ですね。あ、はいはいはい、うん、あ頼む。僕の意図を。あ、それいきますか。あー、やってしまった。やってしまった。はい、ナンバー2！ ナンバー 2！ いや、まだでも黒やろ。いや、あかんやん。上2本はやばい。いや、上2本からやばいっすよ。上2本はやばい。上2本からやばいんす。お前なんで一番手前に配置してんねん。じゃあ、もっさん。じゃあ、もっさん呼んで。おかしいやろ。じゃあ、もっさん呼んでいきましょうか。いや、もうほんまやめとるんで。じゃあ、かけてね、食べましょうか。罰ゲームしましょう。今日はデスト4倍、増しでお願いします。デストを食べる神ですね。なんで僕食わなきゃいけないんですか。東京在住ですけど、バーベキュー行きたいけど、ちょっと息子と F1 観戦にすると書いて、あー残念だ。あ、それはもう全然そっちの方がね、はい、もうご家族で、はい。モッサン呼んできて。はい、タイキックって、生きる中志男前や。じゃあもうみんなでモッサンタイキックしましょうか。そこから中志孫子でお願いします。損失食ってからの損失、はい、最近デストの量少ないよ、食べた、頃あるから辛くない。皆さん、あの、多分ね、それナンバーワン食いました？うん、やばいからね、本当に。お前なんで一番手前に配置してんねん、完全に言いがかり。いやいやいや、そこはこうなんかちょっとね、うまいこと。じゃあ食べましょうか。もう食べて、もう僕あの喋れなくなるんで、さよならーって終わりますからね。じゃあ食べましょう、もう行きましょう。はい、かけら、はい、ちょ3枚割ってもうてん。あ、じゃあもうみんなで仲良く食べましょう。これが一番辛いっすよ。なんで俺が持ってんの。いやいや、どうしようみたいな。一番なんかこう大きいやつ、ね、いやいや、まあまあ、じゃあもうかける量は、かける量はそう、均等にしよう。じゃあ一番、こっちからかけてからいけたらいいです。優しいシステムやで、むしろ、うん、あー、量考えよ、量考えよ、やっぱり。あー、結構いったね、結構ごめんなさい、結構いきました、これ多分結構いったね、うん。じゃあ同じぐらいですよね、うん、そんな、だから減らそうみたいな感じ。はい、こんぐらいですか、はい、あ、いや、これ全然多いわ、全然多い。じゃあこっち、じゃあこれ、はい、サンドして、はい、え、一人で食う。いやいやいや、で、
こうやって均等な感じならへん。あーなるほどね。ちょっと調整お願いします。あちゃんもうね、あちゃんもうあちゃんもうあちゃんもうね、へへってないやね。おこちこないの。あもうないんで、ないんじゃない。あじゃあ一番辛いの、青いの、青いのしかないよ。いやいやダメ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 。えでも全然あるやろ。あるやん。こしてこないんですよ。ほら。あそっちがいい。そこそこ乗ったな。どっちもいいですよ僕も。はいということで。多分変わんないです。まあ、ね横須賀の絆システムに乾杯しましょうか。いや草ちょっとそれそっち。いやもう匂いでやられそうやもん。はい。あじゃあこっち、じゃあ僕はあの MC 席に戻りますんでね。はい、まあこんな感じです皆さん。なんでこんなから、まあ、わかりますか。そうですよね。こんな感じです。ね、ああもうテンション下がるわ。もう毎週毎週。いやいやだなんかすげえミートソースに見えてきた。あ確かにパッと見ちょっとうまそうながなんか。ひき肉が入ってるみたいな、ちょっともう匂いが既にやばい匂いが、米がボンバーしてる。あそんなボンバーしてる。MC の責任で、ちゃんと最後まで米読み。あー了解です。バーベキューは暇人が集まっていく軽めのノイド OK。 はい、圧力腹出とんな。そうですね、ケチャップもっと乗せないよ。モッサがやらないとモッサの人は死んじゃうからね。じゃあ早速いただきたいと思います。あさあじゃあ3、2、1でいきましょうか。はい、3、2、1、いただきまーす。いただきまーす。見えば見せたら、はぁー、はぁー、あー、久しぶりカレー、はぁー、はぁー、カレー、あーとりあえず来てください。辛い。告知して、告知して。あの、ね、はい、待ってます。あえ、ほんまにそれでいい。あいたあいた。で、スロット感が、あ、ジュースない。ですね、あの引っ越しありますんで、うん、来てください。18、19ね、2日連続開催ですよ。はい、18、19。で、それ持ち上げて、持ち上げて、持ち上げて。あの3日間ともね、はい、あの、うん、ご来店お待ちしてますんで。とりあえず来てください。あ、来てください。はい。以上です。以上です。ああはい、ということでコメントい ありがとうございます。ミートソースがとらまんないですよ。ね、さっき来た、和骨で友達と飯食って帰宅しました。まさかキコちゃんがやってると思いませんで、そうそうそう、まあ、ありがとうございます。喉が痛いんだけど。いやもう演技前な。唾液が止まらへん、ほんまに。BBQ に、デスソース持ってきて、はい。演技派だな、おいしそう。ね、顔赤くね、ちゃんと告知してください。スーハースーハー、見えてないよ、母。うん。辛いんだよ本当に、めっちゃ汗出てきた。いやもうじゃあバーベキューデスソース持ってきましょうよ。そうですね、ちょっと希望の方にちょっとあの責任は本当に取らないですよ。はい、もうあのご希望の方のみに、はい、食べたい、食べてください。責任は取れないんで、はい、うん、といったところでね、本日の放送はこの辺でお別れしたいんですが、9月24日木曜日お昼の12時から、海風公園ね、木古内横須賀店の目の前の海風公園でバーベキューやりますので、はい、来たい方はぜひ来てください。はい、じゃあ告知してってちゃんと、はい、けど、あの、ま、はい、ここにいる皆さんは、はい、バーベキュー来ますんでね、はい、来ますんでぜひ来てください、はい、ぜひね。で雨の場合は中止です。あれ雨の場合はあっちゃんから発信があるん、うん、はい、ツイッターか、まあ、ツイッターとかですね、難しいかな、うん、しかないんで、まあ雨の場合は中止です。まあ、もし来ちゃったらキコーナーで遊んでいただいても、ね、そうですね、はい、お疲れ様。横須賀昼はまだ暑いですか。昼はやば、まあ、最近ちょっと涼しくなってきたかなという感じですね、うん、感じですかね、はい、デソース匂いって言うけどどんな感じの匂いですか。あのあなんつうんですかね、あの鼻をつんざくような刺激臭というか、うん、もうちょっと胃がちょっと痛くなる感じの、もうすでにちょっと言いたいんですけどね僕、はい、まだね、チャットやってください。まだ終わらないよと言ったところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。9月18、19、20とやってますんでね、ぜひ遊びに来てください、はい、バーベキューはさすがに当日参加はきついですか。まだいけるかわからないんですよ。まあ、僕に連絡くれれば大丈夫です、なんとかします。はい、といったところで本日の放送はこの辺で、もっと上、お別れ、おまた、おまた、お別れしたいと思います。はい、皆さんおやすみなさい、さよなら。はい、さよなら。はい、本当に辛いよこれは。